か荒れてるね。一体何があったのか聞いてみようか。何なんだろうね。アイワズツー、おはよう。いや、なんか揉めてるんだよね、すごい。初見さんいらっしゃい。どうも。なんか穏やかじゃないよね。とりあえず、成田君からの返信を待つ。返信つうか、凸かかってくんの待とうか。なんか、俺も正直ね、よく分かってないんだけど、早口で分かんないよね。俺としては、なんか間に入って、なんていうのかな。まあ、すれ違ってる部分あるんじゃないって。で、どっちが間違ってるとかじゃなくて、なんて言うんだろうな。どっちが間違ってるとか、どっちが合ってるっていう話とか、どっちに肩入れするつもりもなかったけど、冷静に判断できる人がいないっていうのが俺の感想だったから、まあお互いの言い分聞いてみて、どこですれ違ってんのかっていうところを聞いてみようか。成田くんの言い分と、まあ板場ばあさんの言い分を聞いてみて、まあ冷静さが足りないと思ってるね。で、まあ、板場バーに、コラボ上がったんだけど、切られるのよ。プツッと。でも、ほら、板場バーは、あの状態だから、もう、話が聞けないじゃん。じゃあ、成田くんの話を聞いてみようかっていう。どういう状況なんだろうね。ねえやもね、凸かけてたね。だから今回の件知ってる人、ちょっと、電話かけてきてほしいけど。なんか2000円の天城風がどうこうで揉めてんだよね。お、福さん、どうもどうも。パフェありがとうございます。ご無沙汰でーす。なんか揉めてんだよね。ありがとうございます。何がどうなってんだろていうか、成田くん来ないね。板ババアの枠でコメントずっと書いてるね。どうなってんだろう。で、結局、要は、成田くんが2000円も、まあ、俺の憶測だよ。今、話聞いてる限りだと、成田くんが、2000円もらう約束を板ババアからしたと。で、メールアドレスを送ったんでしょ？ね？で、メールアドレスを送ったんだけど、そのメールアドレスが、要は、メールアドレスが、なんだっけ？間違ってたと。それで揉めてて。
少し知ってる？キューピーさん状況を教えてもらってもいい？だから要はメールは何の新しい正しいメールアドレスでさ、送り直せばいいんじゃないの？あ、姉やさん、姉やはここも来るけどね。あ、そういうことなんだ。成田が来ない、成田くんが来ないんだよね。そう。だけど、要はもうそれで大炎上じゃないけど、成田くん来てくんないと話にならないんだけど。うん。成田くんの意見聞きたいでしょ、みんな。で、成田くんの話そうっていうことになってるんだけど、成田くんが向こうで板ババ詰める潰すってアンチコメントずっと書いてるから、多分それどころの状況じゃないんだよ。成田くんが来ないと、被害者は成田くんなわけだから、うん。ねえ、どっちが悪いのか正直よくわかんないから、この問題。とりあえず本人から聞かないとね。成田さんのリスナーが、このババアって人は普段過疎で、この前アマギフやプレステ4プレゼント閲覧3桁。なるほど、なるほど。じゃあプレゼント枠やったのね。うん。要は釣ったのね。プレゼントで。成田くん、ちょっとみんなで呼びかけてみてくれると嬉しいかもしんないね。ちょっと呼びかけてもらえるとありがたいね。ああ、向こうが配信終わったから、多分こっちに流れてくるかな？流れてくるかもしんないから、ちょっと待ってて、成田くん来るかもしんない。今、板場バー放送終わったから、結果リスナーさんにアドレスどこに送ったのかババアに見せろと言ってるのに出さない。ああ、なるほど、なるほど。要は送ったって言ってるけど、届いてないからリスナーがブチ切れてるってことか。なるほど。それは思いっきり詐欺じゃないの？それは思いっきり板場バー悪いんじゃないの？逆切れにも程があるでしょ。もしそれね、今の状況をしたら。だからそういうのを聞きたかったのよ。板場バーに冷静にさ、送ったんでしょっつって。で、なんでこんな炎上してるのっつって。だけど、その話ができる状況じゃないから。でも残高は減ってる。それは、エビデンスは出てるの？証拠は出てるの？その、送ったっていう証拠とかさ。その、まあ、でも、その、例えばね、メールアドレスが間違ってるんだったら成田くんが悪いわけじゃん。送り先を間違えたわけだから。ね。うん。それはまあ、わかる。百歩譲って。配信切れてます？いや、成田くんは多分、板場バーのところにいるから、同じ被害に遭った人がいる。おはよう、トツさん。うん。板場バーと全然俺話してもいいよ。うん。だったらさ、成田くん、今のところ俺成田くんは悪いとは思わないんだけど。成田くんの、その、から詳しく聞きたいよね。だったら板場バーが詐欺をしたっていうかさ、その、釣り配信したっていう風になっちゃってるじゃん、現状。証拠は一切出てないんだったら、いや、だったら俺は板場バーが悪いと思うよ。板場バーが証拠を出すべきだと思うよ。だってさ、その送るって言って楽しみにしてたリスナーさんがいて、枠取り直した？なんで板場バーはさ、成田さんは普通に対応してる。でもわかんないよ。両方の話聞かないといけないから。あ、初見さんいらっしゃい。だから落ち着いて話せば別に解決するわけじゃん。どっちかが嘘ついてるわけだから、うん、ただ単にどっちかが嘘ついてるだけなので、そのもしくはすれ違ってるだけだから普通に話すればいい。向こうがなぜか送信履歴を見せないという状態ね、うん、メールアドレス間違って送っ、あ、成田くんさ、突できる？うん。成田くんさ、ちょっと状況本人の話が一番リアルだと思うんだ。で、分かってないリスナーさんも多いからさ、もう一回さ、その、状況と、
どういう風になってるのか教えてもらいたいんだよね。まあ、俺はリスナーさんから今聞いた段階では成田くん悪くないと思ってんの。で、普通に、もしそれが本当なら詐欺だと思うのね。だからちょっともしよかったら LINE 上がってきてもらえると嬉しいな。説明をしてもらいたい。だからメールアドレスが間違ってたんなら、その板ババアの言い分もわかるけど、でも別にメールアドレス間違ってただけだったらもう一回送ればいいだけだから、こんな揉めることじゃないと思うんだよ。あ、成田くんさ、話せる？直接。ちょっと文字だとさ、すれ違っちゃうからさ。難しい？ LINE で会話すんの。LINE さ、下のテロップに書いてあるからさ。被害届出せば解決。まあそうなんだけどね。でもまあ、こういうことが起こりますよっていうことは、まあ伝えないとダメでしょ。騙されるわけだから。また被害に遭うわけでしょ。状況的に考えると、よくわかんねえ。同じ被害が遭ってる人もいるわけだからね。成田くんのリスナーが被害を受けてんの？成田くんが被害を受けてるわけじゃないの？成田くんのリスナーが被害を受けてんの？まあじゃあ男気で動いてる感じか。でも DM 見せたんだから送って届いたか、偽造の DM かの2択じゃない？板ババアは DM を公開してるの？送ったっていう証拠は出してるの？2000円分のものを送ったっていう証拠は出してるの？板ババアは。ほら、コラボだとさ、画面が2つに割れちゃうからさ、半分しか見えてなかったんだよね。凸かかってこないな。届きましたって言ってるの。だったら、リスナーの方が嘘をついてるんじゃないの。だったら、板ババアの方が優勢じゃない？だって、届きましたって言ってるってことは、確認をしましたって言ってるわけじゃん。だったら、板ババアの言うのが正当な理由じゃないの、今度は。証拠見せてるんだったら、本人から届いたっていうのが来てるんでしょ？だったら板場は悪くないじゃん。届きましたっていう証拠を出してるんだったら。何もこんなに揉めることじゃなくない？違うのかな？届きましたって送ったって言ってる人がいるよ。リスナーが嘘ついてたら文句言ってた配信者どうけじめつけるんだろうね。ねえ。いや、まあ、それは各々が、どうけじめつけるっていうよりも、それは各々と、各々がリスナーさんが離れるだけでしょ。違う人に送ってしまった。違う人に送っちゃうっていうことってあり得るのかな。どうなんだろう。iPad や PS4 やレアいっぱいリスナーに還元プレゼントしてて、天ギフだけ詐欺する必要ない。あ、じゃあ届いてるっていうのは届いてるの？他の人は。iPad とか、PlayStation 4とか届いてるの？成田さん、凸上がらないね。潰すまでコメントしちゃってたわけだしね。2000円の天ギフでここまで喧嘩するもんかね。いや、俺も そう思うけど。
でもまあそのお互い譲らないってことはどっちかが嘘ついてるんでしょ、成田くんかババアか。ねえやが放送始めたね。うん、姉やに聞いてみたいね。リスナーが嘘、うん、だからそれもあるよね。だから成田くんは自分のリスナーが騙されたって怒ってるわけだからさ。プレステとか他は届いてるのかな、マジで。そこだよね、それもあるよね、うん、どれ煽ってたかそれで言った可能性もある。あ、どれを擁護するために、やっぱり狂ってますよどれは、顔見てごらんなさい、クジラねじ曲がってるしね、これキチガイの顔なんですよ、ただの顔ですね、ともこさんね。板ババはそんなにプレゼントして何者、わかんない。うん、量が多いので1週間待ってくれ。なるほどなるほど。で、なんで成田くんはこっちの凸は上がれないんだろうな。よくわかんないんだけど。その被害者の方は誰なの？紹介ホームラン級の外事どれは？パレスティ。やめてください。個人情報書くの。バンになるよ。住所はバンですから。ちょっとごめんね。コメント消しますね。当たった人がいたばばあに間違えたメアドを教えたらしい。だったら、でも届いたって言ってんでしょ。じゃあ板ババアがはめられたってこと？板ババアがはめられたの？それともだから、それを聞きたかったのよ。だから普通に煽りでも何でもなくて、板ババアがそのよ敵じゃないのにさ、敵認定してなんか俺のことディスり始めてさ。うん、成田さんは LINE できないの？うん、コメントが流れちゃうな。うん、プレステとかはまだしてはいない。スカイプの方がいいっつってる。スカイプでもいいよ別に。スカイプにする？ LINE やってないのかな。スカイプでいいよ全然。スカイプ ID あるかな。ちょっと待って、スカイプ ID って、スカイプを全然起動してねえかな最近。スカイプでもいいよ別に。スカイプ ID がどれだ。自分のスカイプ ID ってどうやって見んの。どうやって見んだろう。アカウントの管理かな。どれにパソコンあげたのにいたじゃん。ああそうなんだ。ちょっと待ってね、自分のスカイプ ID がわかんないな。あったあった、これだ。俺のスカイプ ID これですね。伝えて、誰か電車バターやってもらってもいいですか。申し訳ないんだけど。これが僕のスカイプ ID ですね。うん。あ、いろんな人に配ってるんだ。天城ファーマーメールで済むね。天城くんはまあメールですもんね。まあ板場バーが金持ちなんだ。YouTuber の前にあったプレゼント企画の当選者が全部捨て垢で、あたかも審査の結果を。おースカイプかかってこないね。
放送は見れてる？みんな。スカイプかかってこないよ。LINE じゃダメなの？潰すしか言ってない。うん、板場バーと話すことはできないのかな。ねえや、 DM した？はいはい、うん、はいはい。あ、ねえや、スカイプこれ、はいはい。あ、ねえ、あと電話してみようか。どうやって電話かければいいんだ？これ。これか？あれ？電話かけ方がわかんないんだけど。どうやって電話かけんの？これ。会話を開始？電話かけらんないんだけど、なんで？電話かけらんないんだけど。成田ババアに突したいんだけど、俺は切られちゃうんだよね。あれ？ねえやに通話できないよ。なんで？オフラインとかになってんのかな？で、やり方わかんねえな。スカイプわかんねえわ。なんか送信したんだけど、 LINE を。メアド間違えて遅れてないんだな。さっきの DM は何なんだ。すまん。いやね、よくわかんないよね。よくわかんないよね。っていうか、ねえや、ねえや、あれなんだけど、ねえや、スカイプできないんだけど、どうなってんの。コラボあげろって騒いでる。うん、成田くんとも話したいし、板場バーでもどっちでもいいよ。要はその別になんか揉めるような案件でもないと思ってて、冷静に話せる人が間に入った方がいいっていうのが俺の判断なのよ。そうそう、だから DM がさ、あの釣りだったらさ、そういうのは確かめられるわけよ。なんでかっていうと、要は板、あ、電話かかってきた。ちょっと待って、あれ？あ、ごめん、ちょっと待って。ちょっとごめん、もう一回、ちょっとバグってるから、ちょっと一回切って。なんだこれ、スカイプだから嫌なんだよな。ちょっと待って、スカイプがね、バグってんだよね。なんだろう、これ。いや、冷静に話せるでしょ、全然。ん？これは誰？え、なんで電話できないの？なんか俺のスカイプ電話できないんだけど、なんか電話ボタンが起動しない。あ、 LINE じゃないと無理だわ。ごめん、俺 LINE しか今使えない。申し訳ない、 LINE しかできないわ。まあいや、病気なのは全然いいんだけど、病気と本当のことは全然関係ないから。そう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 、冷静になればいいだけだと思ってて。ごめん、ちょっと僕スカイプができないですね今。ちょっと待って、なんでスカイプこっち側になっちゃうんだろう。ごめん、ねえやに伝えてもらってもいい？ちょっとねえやに伝えてもらえない、誰か LINE じゃないとちょっと無理だわって言ってもらっていい？あのパソコンが壊れてんだ。パソコンじゃなくて、あのこっち側だと通話できないって誰か伝えてもらっていい？ねえやに。バージョンが古いからなのか何なのか分かんないんだけど、パソコンのラインがその電話ボタンがないんだよね。これがよく分かんないんだけど、なんで俺通話できないんだろう。
なんだこれ。よくわかんねえな。いや、スカイプね、もうダメだよ。スカイプはダメ。ダメだ。スカイプがぶっ壊れてます。いや、なんでそんな絡みたいんじゃなくて、誰かが間に入った方がこの事件ってすぐ解決するのかなっていうのはあったかな。なんか、板場バーが嘘ついてるとか、成田くんが嘘ついてるとかいう感じじゃなくて、普通に、スカイプダメだね。リスワンのためはないっすね。僕、リスワンはもう、興味ないし、ないです、正直。ていうか、こんなんでリスワン取れるほどそんなに甘くない、今は。どれのパソコンや何かの件で怒ってたのに、和道さんじゃどれさんの仲間みたいで。もう全然どれさん関係ないでしょ。俺こういうのはフラットに見るよ。まあだからそうそう、ソースが出やすいから、今回の事件は。だから偽造にしろ何にしろ、ソースはすぐ出るんだよ。だからどっちかをつつくことができるのは、多分俺が誘導尋問しやすいと思うよ。だから、限定した情報だけだから、揉めてるわけだから、DM のさ、ID とか Twitter の ID 知ってますよねって言って答えられない方が嘘ついてるって、誰でも特定できるわけよ。もう証拠来てるよ。何の証拠？どっち側がどの証拠を出してんの？どっち側がどの証拠を出してんの？どういうことなんだろう。成田がソース出したら落としたやん。いや、だから、そう。だから別に成田くんでも板場バーでもどっちでもいいのよ。証拠全部揃ってます。電話で話してよ。こっちで公開すればいいじゃん。板場バーは落とすじゃん。まあいいや。俺がキャプってあげるよ。いや、だから 話が通じないのはわかるよ みんなわかってるよ なこっち側でめくればいいじゃん。俺がキャプってあげるよ。証拠があるんでしょ？コラボが不調だったの？ドレさんのアンチコメント関係ないから今やめてくんない？板場バーと会話するだけ無駄。今んところさ、板場バーが正しいと思う人と、成田くんが正しいと思ってる人、DM に送った。はいよ、ごめんね。ねえや。これか。ちょっと待ってね。DM に来てないけど。LINE。DM に送りました。 LINE 来てないよ。ねえや、来てないよ。何これ。なんでバグりまくってんの。ねえやから来てないけど。来てないけど。ねえや、俺のプロフィール欄に LINE 書いてあるから、ねえや、URL クリックしてさ、LINE もらってもいい？QR コード来てないよ。ねえやから。ねえやから来てないよ。Twitter の DM 見てるよ。スカイプですっていうので止まってるよ。こっち側には来てないです。ねえや、俺に QR コード送って。QR コードじゃなくて、俺のプロフィールページ、まあいいや、今書くよ。ちょっと待ってねえや。ねえや、ちょっと待ってね。これです。これです。これが俺の LINE。この URL クリックしたら、ねえやは、申請送れる、俺に。いや、どっちの味方とかじゃないでしょ。正しい方の味方でしょ。全員、リスナーも含めて。
もしもーし。ごめんね、なんか手間かけさせちゃってねえや。全然すいません。お疲れうん。様です。お疲れ様です。ねえやさ、状況を把握してる感じなの？そうですね。私は、なんか、おととい配信してるときに、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。リスナーから、リスナーが、自分のリスナーがね、聞こえてますか？聞こえてるよ。あ、本当？なんか、自分のリスナーが、コメントで、なんか、とりあえず2000円の、なんか、ギフト券が当たったんだけど、みたいな感じで来たんですよね。コメントでね。コメントで。それ読んでいいですか？とりあえず。あ、よ、ね、なんだっけ？さっきなんか、なんとかっていう人は、成田？ただ私が先にコラボ上がりたかったから、邪魔だなと思っただけです。成田か。何の話してんの？ねえは。どういうこと？あ、ごめん、何の話をしてんのそっか。ちにだから。あ、はい、はい、はい。あれってどんな話なの？今言います。で、昨日、そのリスワンを狙ってた、その、なんとかババアが、昨日リスナー還元祭で2000ポイントのギフト券当選したけどって言ってて、リスナーさんが。で、メールアドレス間違って送ったら、なんか間違えたアドレスに送りました。送ったので仕方ないって言われたって来たんですよね、何そコのメントで。映像はあるの？そのねえやは証拠は持ってるの？今読み上げてるってことは。そうですね。私の配信上で多くなったことなんで、ありますよ。ああ、そっかそっか。なるほど。要はい。は、コメントを今読んでる。リスナーさんが間違ったメールアドレスを送ったっていうことは事実なの？板ババアの言ってることは。そうですね。メールアドレス間違って送ったら、なんか間違えたアドレスに、メールアドレス間違って送ったら、なんか間違えたアドレスに送りました。送ったので仕方ない。それに対して送ったので仕方ないって言われたんですって、とりあえず、その人が。で、今日アップルに問い合わせてみるって意味不明なことを言ってましたと。板ババアが？そう。で、それ誰なのっつったら、昨日リスワン3位の人です。板ババア、うー同盟って来てて、ちょっと待ってね。どういうこと？要は、私はその人知らなかったから、それ誰なのって聞いたら、そのウードーメイっていう人、さっきの人。で、ギフト券送りました詐欺です。その間違ったメールに送ったら、アドレス不明で返ってきましたって言ってたんですよ。その自分のちょっリとス待って、ナーさ言っんてが。たっていうのはリスナーさんが言ってたってこと？そう。待ってね。いいよ、ゆっくり。ごめんなさい。リスナーさんが板ババアに間違ったメールを送ってしまったのは、板ババアが言ってるのは事実だってことね。で、それは事実。で、要は、だから私は法的な責任を果たしてるでしょって板ババアが発狂してるっていう状態ってこと？いや、要は、なんか私は板ババアの言ってることは分かんないです。ただ、その自分のリスナーが、要は、間違ったメールアドレスに送ったら、なんか間違えたアドレスに送りましたって言ってるのは確かなんで、あっちがそれね、がそよくのウわかんーない。あっちっバーはてい多うの分。は誰？ちょっと待って。俺、この話を聞いてる限りだと、板ババアが正しいアドレスに送り返せばいいだけの話に聞こえるんだけど、どう思う？それはそう思います。だよね。で、で、今 DM 来てて、で、すいません、メールアドレスが、確かに送りました、確かめてくださいって言ってて、要は私のリスナーさんに、その板場ばあさんが、送りました、お確かめくださいっていうのが来てて、で、私のリスナーさんが、すいません、メールアドレスが間違っていましたって返してるんですよね、ごめん、要は。説明が下手すぎて全然情景が浮かんでこないんだけど、キャプチャーとかできない？それ。なんか、あ、じゃ、これ全部おかんす、一そうそう、回。スクショとかを見たいかな。そう、誰が誰の話オッをしてケんのか、ちょっと伝わりづらいから。ー。オッケーですね。あ、じゃ、一回切っていいですか？いいよいいよ。私も。
じゃそれ送ります、一回。ごめんね。すいません。はい。はい、OK です。ちょっと状況がよくわかんないな。でも、板場バーが言ってた1個は証明されたよね。要は、間違ったメールアドレスを送った方が悪いでしょっていう言い分は、ちょっと女の人っぽい喋り方だったね。そう。だから、板場バーは、私は送ったわよ。法的な責任果たしてるわよっていう意味はわかった。LINE 追加した？はいはい。1回どころか上がってくんなって何の話？俺のコメント見て。いや、成田は上がってくればいいじゃん。なんで上がらないのかがよくわかんないんだけど。ねえやさんが言ってる人と俺が言ってる人は同じ人。別人は同じ手口。いや、だから、めくれるんだって全部。なるほど、わからんだよね。いや、だけど、それが本当なら、でもね、これ問題があって、その当選した人が本当にその人なのかっていう問題もあるのよ。だから、一概に、そのリスナーが騙されたっていうのか、板場バーが騙されたのか、まだわかんないよ。全く関係ない第三者が、その板場バーをかく乱するためにやってきたことかもしれないわけだから。あー、ちょっと待ってね。メールアドレスが間違ってました。マジですか？どうしよう。なるほど。ちょっと待ってね。俺が今確認するやりとりを。全部送られてきたから。これね、板場は悪くなさそうな感じがするけど。しかもね、そのリスナーさん、諦めますって言ってるよ。ちょっと待ってね。俺ね、今んところだけど、板場は、神対応してるよ。板場バーは。今んところね。ねえやの LINE を読む限りだと、ちゃんと Apple にも問い合わせてるし、って思うけど。はめられたんじゃないの？で、本人も諦めますって言ってるよ。板場バーが発狂してるから誤解受けてるだけで、俺が今掴んでる状況だと板場バーは普通に対応してるよ。板場バー悪くないよ、多分。で、今度別のリスナーさんから、いや、別の証拠があるっていう風に言われてるね。これかな？ねえやんから送られてきた情報的には、ちょっと待ってね。ちょっともう一回話すわ。もしもし。え？なんで電話切んの？どういうこと？これね、俺が思うにね、板場は悪くないよ。板場は悪くないと思うよ。まず、なんで板場が悪くないかっていうと、まずね、なんでそう思うのかっていう推測をするよ。
成田に通話って、だって俺成田っていう人通話連絡先知らないもん。板ババア悪くねえぞこれ。なんでかって推測で言え、なんで推測で言えるかっていうと、まずメールアドレスを間違えた方は証拠見てくる。いやこれはもう送られてる、俺確認してんのよ、さきみさん。だから逆に成田くんがなんで、この証拠はあの成田くんの言い分が不利になる証拠なんだよ。俺言えるよ。でもここに晒していいんだったら晒すよ。いや見てるっていうか、もう送られてんの、他の姉やさんから送られてるので、この証拠、この画像が何を意味するかっていうと、悪いの板ババアじゃないじゃんっていう話になっちゃうの。だから逆に電話かけてきて、なんでこの証拠があるのに板ババアが悪いって言えるのかが聞きたい。これリスナーさんが見たら一発で、いや板ババア悪くないじゃんってなると思うよ。なんでかっていうと、そのまず最初にメールアドレスを間違えてるのは、そのリスナーさんの方なんだよ。うん、リスナーさんの方なので、あのでずっと対応してるし、アップルに対応とかも全部してるわけよ。でさらに言うなら、なんて言うんだろう、諦めますって言ってるんだよ。そうで、その人が多分使っちゃったの、下ろしちゃったの。だから残高残ってないっていうのは本当だと思う。だから板ババは嘘ついてない証拠なんだよ。間違った、いや存在するメールアドレスだったの、ブルゾンちえみさんね。そこなんだよ、要はね、そのリスナーさん側が証拠を出してるのが存在するメールアドレスだっていう証拠なの。板ババは悪くないわ、桜井さん。だからなんつうんだろう、俺の現時点の判断だよ。だからその反論があるなら凸受け付けるけど、その成田くんが凸上がってこないのよ。だからいや、今現状の判断よ。うん、全て納得いったでしょ。だから板ババは間違ったメールアドレスに置く、その板ババもちゃんと説明してるのよ、 LINE の中で。あの負担がでかいので申し訳ないけど、間違ったアドレスに送っちゃったのはあの申し訳ないけどって。で残高も確認しますね、あ残高なくなってました、要はそのメールアドレス間違えた人が出しちゃいました、でアップルに問い合わせもしてますって、そこまで対応してるんだよ。アドレス不明なのになんで、え、アドレス不明っていうのはどういうこと。残高はだから間違ったメールアドレスの主が抜いちゃったって話だよ、板ババアが言ってんのは。わかる？板ババアの言い分っていうのは、だから冷静になったら普通にわかることなんだよ。アドレスは不明なのにってどういうこと？ちょっと待って、ちょっと待ってね、あき、あゆけ、ちょっと待って、あゆけ、いいです、 H1 が抜けました、 H と1の間の I が抜けてた、 I が抜けてた、あーなるほどなるほど。でこれが潰れて読みづらいからちょっと待ってね、あごめん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待って、出川さんに、出川さんって誰、3000円です、コピペーション、シャープントや、出川さんって誰なんだ、うん、1枚を今送った、ちょっと待って、ちょっと待ってね、っていうかね、みんな落ち着いて話そう、みんな発狂してるから、これっす、なるほど、わかった、ごめんごめん、ちょっと待ってね、
分かった。何で揉めてんのか分かった。情報が錯綜してる。俺が、その、やったのは2つのアドレス出されてたと思ってんだ。リスナーさんの言い分分かった。要は、アドレスは存在しない証拠も出てるんだわ。いや、グループラインちゃんと見てじゃなくて、さきみさんさ、ずーっと俺言ってるんだけど、成田くん電話上がってきてって言ってんのよ。成田くんなんで電話に上がってこないのっていう、もうずーっとなの。もともと成田くんに通話で話そうって言って、俺、その、どっちが正しいかジャッジメントしてあげてるからって言ってるのよ。で、要は分かった。あのね、メールアドレスが存在がしませんっていう証拠が出てきたの。リスナーさんの方から。今度。で、存在しないメールアドレスなのに、いたばばあなんで、その残高が残ってないのっていうので揉めてるんだ。要は、その、いたばばあが詐欺ってるでしょっていうところだ。っていう状態らしい、今。成田は間違ったメールアド送って、成田は間違ったメールアド送ったの自分のリスナーって言ってたよな。なぜ自分のリスナーに直接聞けって感じ。だから、板ババアさ、話せないかな？板ババアは俺と話せないの？板ババアは。俺でもね、なんで、その板ババアがそういうことをしてないかって思うかっていうと、あのね、まず、ここでもまだ証拠確定ではないの。なんでかっていうと、DM を受け取った後にその DM のアカウント潰せばいいから。言ってる意味わかる？DM つうかメールアドレス、その先に送った間違えた方ので受け取るんだよ。で、 Google アカウント潰せばいいの。わかる？わかる？言ってる意味。そうするとこのトリックはアリバイが成立するんだよ。だからそういうことも可能だから。で、なんで俺板ババアが嘘ついてないかっていうふうにその思うかっていうところなんだけど、あの、板場バーが対応をちゃんとやってるんだよね。板場バーがこの件で得がないなら法的に詐欺は成立しない。板場バーが、得をしてない。まあ、してない。いや、得をしてないんじゃなくて損害があるからでしょ。リスナーさん側が。要は、損害があるわけじゃん。ステアドだった可能性があるってことね。まあ、メアドがいつまでそんなにしてたから調べてもらえば。まあ、俺もそう思うね。で、板場バーの対応が、要は釣ろうとしてるような対応に見えなかった。要は、その、丁寧に対応してるのよ。その、DM は晒せないんだけど、俺が持ってる何枚かの画像あるでしょ。そうすると、晒すことはできないんだけど、例えばメール、まずね、送られたメールに対して、イトババアは、送りましたよって対応してんの。で、そしたら、すいません、メアド間違ってました。って、本当ですか？どうしよう？っていうリアクションなのね。で、新しいメールアドレスを送るんですよ、リスナーさんが。で、もう送ってしまっちゃったので、どうしようもありませんって。誰かに届いてしまったみたいです。弾かれなかったし。要は、弾かれなかったっていうのは、メールがちゃんと届いたよっていう意味なのよ。要は不明なメールアドレスじゃないよっていう言い分なの。で、その後リスナーさんはそうですか、一応その僕のメールアドレス正しいのですよっていうのを送ってんのね。で、でも私の残高残ってませんよって。そう、別の当選者に送ったんじゃないですか、返信エラーで届いて私のミスなので仕方ありませんって認めてんのよ、自分の費用。ちょっと待ってね。で、そうね、別の名前が出てくるからちょっとよくわかんないんだよね。で、アップルに問い合わせもするって言ってるんだよね。で、諦めるって言ってるのになんでこれ揉めてんの？その辺がよくわかんないんだよな。で、その宛先不明のメールアドレスっていう画像出てるでしょ。それね、別の人とのやり取りなんじゃないのこれ。あのね、板ババアとの LINE のやり取りなのこれ。違う、どういうことなんだろう。その画像を送った主の方があれだから、なんかね、この画像多分ね、
なんかおかしい。俺はなんか今話を聞いてる限りだと、俺は板ババアの言い分の方が正しいと思ってる。ただ、その状況説明をなんで成田くんがしないのかよくわかんないんだよね。俺さ、板ババアと話したいんだけどさ、板ババアって LINE でできるの？板ババアと。板ババアと話したいんだけど、ちょっと。成田くんね、その売名とかカスどもが騒ぐからじゃなくて、枠で起こったことじゃん。もともとがさ、成田くんさ、板ババアの企画で起こったことじゃん。で、成田くんが嘘ついてるとか、そういうことを言ってるわけじゃないのよ、俺は。ね。で、成田くんは板ババアのところに凸は上がって、なんでここで凸は上がれないのかもよくわからないの。で、それが1点目。で、2点目に関して言ったら、ただすれ違ってるだけの可能性もあるんだからさ、枠外でって言うんだったら、なぜコラボに上がったのかっていうところとさ、そう。で、被害者も生まれる可能性があるんだよ。成田くんの言う通り、板ババアが悪いとしたら、これから被害者が生まれる可能性があるんだから、枠でちゃんと自分の正しさを立証した方がいいんじゃないの？いや、俺、板ババアとちょっと電話で話したいかな、やっぱり。板ババアと話せないのかな？そう、高額の送ってるし、その対応を見てる限りは、その板ババアが悪いように見えない。で、板ババアの言い分をちゃんと聞いてみたい。板ババアの言い分をちゃんと聞いてみたい。なんか板ババアがちょっとかわいそうな気はする、今のところ。なんで上がれないんだろうね。ちょっとよくわかんないよね。なんかね、しかもね、変なんだよ、画像が。これ晒していいのかな？これね、ちょっと加工っぽいような気がするんだよな。ちょっと待ってね。なんかね、変なんだよ。その証拠だって言ってる画像だけ、別の人からのやつなのよ。別の人とのやりとりなんだよ。キャプチャーなんだよね。だからね、なんかね、板ババアがはめられてるような気がするんだよな。これね、DM で辿ってったら、これめくれる案件だよ。リズメで。正直言ったら、めくれる案件だと思ってる。晒すのはダメでしょ？晒すのはダメなんだけど、正直、板ババアか成田かくんか、被害者か、誰かと話したら、俺誰が嘘ついてるか、もうめくれるよ。これ。いや、見せらんないね。なんでかっていうと、個人情報だから、これは。俺は、今のところ、板ババアの対応が変なことしてるようには見えない。ただ、決定的な証拠をつかんでるわけじゃないから、俺は板ババアと話したら、板ババアか成田くんか、リスナーさん、被害に遭ったリスナーさんの誰かと話したら、俺は絶対めくる自信がある。誘導尋問的に、この人じゃないと答えられないところとかあるから。そもそも詐欺にもならないからね。そもそも詐欺にもならない。例えばなんだけど、テレビ番組が高額当選を歌ってるものがあったしよ。まあ、1万円なんとか券プレゼントみたいな。で、もし送ってなかったら詐欺でしょ。送ってなかったら。何様ですか？お前が何様なんだよ。だから、誰かと話したら俺はめくる自信あるよ。プレゼントなら詐欺とかなくね、金払ってる商品が送られてこないのとはわけが違う。トラッシュさんさ、じゃあさ、トラッシュさんさ、テレビ番組の何かのプレゼントで、あなたに送るのが当選しましたって言って、商品が
届かなかったらどう？ねえ、なんで成田くんは上がらないんだろうね。もしもーし。もしもーし。あ、和田さんの放送を聞きながらやってるんですけど。いいよいいよ。LINE の2枚目の動画、画像か、見れますか？2枚目。2枚目ね。はい。あ、見えるよ。メールアドレスが2つ書いてあるやつだね。そうだね。そうですね。で、その下の名前わかりますよね。本名っぽいやつだよね。はいはいはい。はいはい、わかります。ね、これがリスナーさんの本名ってことだよね。だと思います。はい。で、その一番下にこれっすっていう上のやつがありますよね。ちょっと待って、一番下にこれっすっていうのは画像の一番下ってこと？画像の一番下です。画像の一番下。これっすの上。これっす。どれかな？画像の一番下？この名前が、アドレス不明のやつですね。アドレス不明？ちょっと待って、何番目、上から何番目送られてきた画像の？一番最後です。一番最後。あ、これっすの上ね。はい、これは切り取られてるじゃん、そのキャプチャー。要は全体のキャプチャーじゃなくて、これ多分パソコンでキャプチャーしてるやつなのよ。はい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 、わかる。だからこれは誰がキャプチャーしたの、これは多分リスナーさんがキャプチャーしたんだと思います。要はこの人ね。はい。でもさ、OKOK いいよ。はい。で、いや、だからそれまあ多分これは多分私の予想で、まだ返信が返ってきたんであれなんですけど、その伊丹なんとかさんに送ったやつじゃなくて、自分で確認した時の、あのキャプチャーだと思うんですよね。でそのアドレス不明の方は、違う人ってことですよね。違う人っていうか、そのもともと送ってしまったって板場ばあさんが言ったやつがあるじゃないですか。それの話をしてると思うんですよね。それの話って何？要は間違ったアドレスに送ってしまったっていう話。でもさ、その間違った送ったっていうのは、そのリスナーさんが間違えたわけじゃん。板場ばあが間違えたわけじゃないじゃん。まあ最初にそうですよね。そうでしょ、で俺がなんでこれが証拠にならないかって言ってるかっていうと、憶測だよ、これも確定した話じゃないから誤解しないでね。まずいいですよ、この捨てアカを作るのよ。間違った方を捨てアカを作るの。で DM こっち側にもらって、要は現金を引き出すじゃん、甘ギフのポイントで DM を削除するってなったら、こういう風に出るんじゃないのっていう可能性もあるじゃないっていう話をしたのよ。わかります。で、なんで、その、板場バーが、その、いや、俺ね、板場バーは簡単で、まず対応が、その、ちゃんとやってると思うのよ、板場バーは。あ、それはわかります、見てて。DM もらったんで。でしょ？わかるでしょ？私もちゃんと見たんで、で、対応はちゃんとしてると思います。そうそうそう。で、最後の5番目、最後から5番目のやつなんだけど、これ誰との DM なの？これキャプチャーが貼られてるでしょ？今私が最後、これっすの上ですよね。そう。これっすの上の上、5番目の画像ってさ、サムネイルはこれ、板場バーなの？宛先不明ですから届くはずないんですって言ってるのは誰なのか。これは、あれなんですよ。そっちの方は、私の、要は、ツイッターで私とつながってる方なんですよ。だからダルトの方もこの人のサブアカなんです。ちょっと待ってね。ナルトの方もっていう、ナルトの方のサブ、いや両方同じ人です。この表示されてる人と。はい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 。でじゃあ宛先不明ですから届くわけないんですって言ってるのは、ちょっと待って。その人が、要は、私と、最初に、ツイッターで DM をやり取りしてるんだけど、もう一つのサブアカを持ってて、ツイッターの。で、その、ナルトの方は、
その宛先不明だから届くはずないんですっていう人のササブブアアカなカ。んですよね、ツじイッゃあ、ターの。その人がキャプったってことね。そう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 ねえやそとう、のやり全取り部。を。はい、そうです。じゃあだよ。じゃあ、OK、わかった。はい。OK。まはい。だ俺五分だと思ってんの。板ババアが悪いはいとはいはいはい。も、どっちが悪いとも思ってないんだけど、板ババアは証拠を出せるんだよね。今度、そうなると。どうすればいいんだろう。Google の何の画像を出したら黒になるんだ。板ババアが、要は、私はやってないっていう証拠を出せばいいのか。そうですね。だよね。そのやっ証てな拠はいっていう何になるんか、だ。要は多分このアドレス不明ってなってるのに、あ、わかった。ね、この板ババアがだよ。板ババアが、宛先不明の方に送ったメールの内容を出せば、板ババア白なのが確定するんそうだ。ですそうです。そうだよそうね。ですね。じはい、ゃあ、そう板です。ババアに俺が、それが出たら全員認めるわけだよね。板ババアは、要そうですはね。詐欺してないと。はい。OK、OK、状況わかった。じゃあ、あとはよろ板しくバお願いバアします。だけだ。これを証明できるのは。もしくはリスナーさんは証拠出せないよね。OK、OK、わかった。OK、状あ況と、わかっちなた。みに、もう一人ぐらいいたんですよね。もう一人いたっていうの私は？さっき、その板場ばあさんの枠で、なんか、まあ、いろいろ詐欺師とかって書いたんですけど、その私のリスナーが詐欺に遭ったって言ってるんだけどって言ったら、他の人もなんか書いてたから、違う人も詐欺に遭ってる可能性もあるかもしれないっていう話。その人が嘘ついてるかわからないでけしど。ょ？それはコメントだから、まあぶっちゃけた話、俺も板ババアに騙されたって言えちゃうから、それは証拠にならないまあのよ。確かに確かに。そうそうそう。まあでも、被害の声が上がってるってことね。そうですね。OK。ただ、待って、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。OK、わかったね。ありがとう。状況かなりわかったわね。おかげで。すいません。ただね、俺は、まだ、その板場それバーはが、いいです。それは和藤さんのあれなんで、逆に私はリスナーをかばうっていう形になってるんで、逆に第三者で和藤さんがやってくれた方がいいと思ってますオッね。ケーオッケー。俺は今、五分だと思ってる。ただ、板いや、場バーが証拠を出せる状況なのはよくわかったから、これは武器になったよ。要は、板はい、場バーすいにこませれん。の画像キャプってっつったらもう、一発だから。板場バーが悪いのか、リスナーが悪いのか。オッケー、わかった。すいません。なんか誤解させちゃって、私もちゃんと説明すればよかったんですけど、あ、いいよ、申いいし訳よ。ないです。とんでもない、とんでもない。ありがとう、助かったよ。お願いします。すいません。ありがとう。オッケー、成田くんの言い分と全部言い分が分かった。で、新しい情報が今度リスナーさんから送られてきたわ。ちょっと待ってね。待ってね。アドレスは、ちょっと待ってね。アドレスは。ちょっと待ってね。寒いね、今日もね。板場バーがそんな精神状態じゃない。ごめん。どういう状況か。いや、俺のやつでは証拠にならないの。要はね、板場バーが言ってることも、成田くんが言ってることも、ねえやが言ってることも、矛盾してないっていうのが分かった。この詐欺グループの主犯が俺だったら、さすがに俺刑務所行くわ。ちょっと面白かった。この全部の絵を描いてるのが俺だったら頭良すぎるわ。で、演技してるんでしょ？俺が主犯なのに、全部絵描いてるのが俺なのに。それはね、さすがにね、本当の詐欺師だわ。諦めますって言った時点で勝負ついてない。いや、あのね、要はね、リスナーさんの心情ね、諦めますって板ババアには言ったけど、要は、その後に、これ騙されたよって言って、いろんな配信者、成田くんとかねえやとかに DM 送ってる状態なの。わかる？で、成田くんとねえやが怒ってるっていう絵なのよ。
要は本人には諦めますわって言ってるけど、本人が調べたので、その情報を証拠だ証拠だって騒いでるのがねえやと成田くんので、これを証明する方法は一つしかないの。簡単な証拠が一つあんの。あのね、要はちゃんと古い方のメールアドレス、要は間違ってる方のメールアドレスにメールを送ってる証拠を板パパは出せるの。なんでかって言ったら送ってるって確たることを言ってるから。で、送ってた場合リスナーさんが言ってるアリバイは崩れるの。言ってる意味わかる？で、あの成田、誤解を解くようで、誤解を解いとかないといけないけど、成田くんは天岐阜欲しいって言ってるわけじゃないのよ。わかる？成田くんは自分のリスナーが騙されたって怒ってるの。何の画像だ今度は。画像がバンバン送られてくるな。っていうかね、これが何の証拠になるのかよくわかんないんだよな。これは何の証拠になるの？2000円自分がもらえる？ぬか喜びしてたの？間違ったメアド送る時点でないわ。まあまあ、だから板パパの言い分的にはそうなんだけど。ちょっと待って、画像送られてくんだけど説明がないから難しいんだけど。あのみんなさ、画像をバンバン送られてくるけど、あのなんかね、その要はね、あのちょっと待ってね、あの申し訳ない、あのね、登場人物で4人いるんだよ。ねえや、成田、板ババア、リスナー、ここまで OK？ ちょっと待ってね、まず俺が一回説明する。いくよ。板場バー、成田、ねえや。ここまで OK？ 板場バー、成田、ねえや。で、リスナー。ここまで OK ですか？で、そのうち、説明能力が低い人と、説明能力が低いのが、成田、板場バー、ねえやなの。状況説明するのが、壊滅的に下手なのが、板場バー、成田、ねえやなの。うん。OK？ 成田は知らないのは OK だよ。で、で、リスナーさんは結構まともで知的なのよ、この人は。この人は、ちゃんと的を得てるの、文面とかを読むと。だからね、簡単に言うとね、登場人物がバカすぎるんだよ。だから、揉めてるっていう。あのね、もう本当申し訳ないんだけど、ねえやは俺のリスナーだし、成田も俺のリスナーだから。でもね、ちょっとね、揉めてる原因、あなたたちにもあるよっていうのは思う。いや、成田とねえやが主犯じゃない。なんでかっていうと、成田とねえやは自分のリスナーが騙されたっつって怒ってるの。だけど、俺がさっきねえやにとか成田くんに言おうとしたことっていうのは、多分ね、成田くんもねえやくんも、ちょっと感情的になりすぎなの。要は自分のリスナーが騙された証拠があるって言ってる。ただ、それ証拠になってない。証拠に、俺が画像を見る限り、証拠になってないんですよ。で、今回証拠。この揉めてる件を証明できるのは板場バーだけなの。そう。だからまだ、その確たる証拠がない状態でディスってる段階なのね。板場バー詐欺師って言って。うん。ただ、板場バーがもし、その、冷静になって証拠が出ちゃった場合っていうのは、成田くんもねえやくん、ねえやも謝らないといけない状況だと思う。どう説明した？要は画像とか DM を晒していいんだったら説明が簡単なんだよ。板パパは燃えてるっつうか、板パパが一番冷静になんないといけないんだけど。もともとどれの枠で、もともとどれのことで枠、いや、だってねえやとかも、ね、いろんなところ見るからね。
あのね、ちょっとね、まあ、状況を説明しようと。どこまで把握してんだ？ゼロから俺、みんな聞きたい？今の状況。ゼロから話す感じでいい？ゼロから話す感じで。そしたら謝罪した方がいいつうか、まずその、ディスをしない方がいいね。枠を開いて。その、確たる証拠がないから。配信会は争いが多いのは、ちょっとその、証拠だ証拠だって言ってるけど、明らかに証拠として成り立ってないの。ただ、その、流れは理解できる。流れは理解できる。OK、行くよ。まずね、板場バーは、リスワンを取るためなのか何なのか分かんないけど、枠を開いたのは事実。事実1、枠を開けました。プレゼント枠。OK? で、天城札かなんだかを送る枠なの。で、当選した人に対して、送るっていう約束をしてたの。ここまで OK だよね。何かの企画で当選した人にお金を配る。要は天城札を配るっていう枠をやってたと。で、今度、当選したリスナーにおめでとうございますって板場バーは DM を送ってると。ここまで OK だよね。で、ありがとうございます。で、このメールアドレスに送ってください。要は、間違ったメールアドレスを最初に送っちゃったのはリスナーさんの方なのね。ここまで OK だよね。うん。そう、板場バーが証拠出さないからこじれてんの。そういうこと。それ以外は全員部外者だから、俺も含めて。で、今度、板場バーがなんて言ったのか言うよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。で、みんなね、早とちりしすぎて感情的になりすぎ。うん。あ、ちょっと待って、俺に LINE で問いかけるのやめてください。コメント欄でやってください。ちょっと、いろんな人から、なんか LINE で俺のこと詰めるのやめてね。ちゃんと説明してるから。冷静になろう、みんな。行くよ。送りました。確かめてください。要は間違ったメールアドレスに対して送ったよっていう報告をしたのよ、板場バーは。確かめてねって。そしたら、リスナーさんのやりとりで、メールが間違ってましたよ。ごめんなさいって言ったのよ。で、板場バーは動揺するの。本当ですか？どうしよう。で、本当ですか？どうしようとか、板場バー送りましたって言ってて、要は揉める原因になってるのはリスナーさんの方なのよ。わかる？そう、間違った、そう。だから俺は板場バーの言ってること間違えてないんじゃないって言ったの、ここなの。で、新しいメールアドレスを送るんですよ。リスナーさんの方は。ここまで OK？ 要は、間違いを最初に犯したのはリスナーさんの方なの。うん、OK？ で、もう送ってしまったのでどうしようもありませんっていうことを板場バーは言う。誰かに届いてしまったみたいです。弾かれなかったし。この弾かれなかったっていうのは、板場バーは何を言ってるかっていうと、メールはちゃんと届いたよって言ってんの。要は、弾かれる、多分なんだけど、板場バーにこういうのを確認したいんだけど、弾かれたっていうのはさ、送って、要はこのメールアドレスには届きませんでしたよっていうことを意味してると思うんだよ。言ってる意味わかる？で、そしたら、その、リスナーさんは、自分のメールアドレスは正しいですよっていうキャプチャーを出すんだよ。証拠載せておきますっていう。で、板場バーの反論っていうのは、でも私の、その、送ったやつって、もうアマゾンのポイント減ってますよと。要は、ちゃんと届いてるじゃないですかっていうのを板場バーが言う。だから、いつもね、リスナーさんの方が後出しを状況してる状態なのよ。で、リスナーさんの方は別の人に送っちゃったんじゃないですかっていうことを言ってんの。でも、私の最初にメールアドレス間違えたので諦めますって、すいませんって、仕方ありませんねって言ったのよ。で、いや、そんなことないですよっていう板場バーが、丁寧にメールをやってんの。で、アップルにも問い合わせますよって言ってんのよ。ただ、もう二重に送るほどもない、ね、余裕がないので、ちょっと勘弁してくださいって言ったのよ。で、最後、リスナーさんが、わかりました。こちらのミスもございますので、諦めます。ゆっくり休んでくださいって言ってんのよ。で、この後、このリスナーさんはいろんな各配信者に DM ばらまいたってことでしょ？合ってるでしょ？諦めてないじゃん。だから、その、なんつうの、俺は違和感が残るのよ。そうそうそう、その時点で存在したメールアドレスを抹消するっていう手もできるし、逆に板場バーは簡単なんだよ、自分の悪くないっていう証明を。わかる？わかる？板場バーが悪くない、板場バーは証拠出すの簡単なの。要は間違ったメールアドレスに送ったメールのキャプチャーをみんなに見せればいいんだよ。そしたら、悪くないじゃん、板場バー。
言ってる意味わかる？一番最初に送ったメールの内容は残ってるわけじゃん、板ババアのところに。わかる？言ってる意味わかる？だから板ババアがそれをキャプチャーした時点で板ババアは悪くないんだよ。板ババアが問い合わせると言ったなら待つべきだろう。問い合わせる必要ないの。板ババアは最初のメールを送るだけでいいの。みんなに見せるだけでいいの。ほら私悪くないじゃんって。でみんな納得すんのよ。この理屈わかる？この理屈わかる？だけどその画像が出てきてないから揉めてんのよ。自分でアドレス間違えて周りに詐欺って広める時点でおかしい。俺もそれはあると思うよ。未然に切って詐欺師呼ばわりされりゃ誰でも怒るぜ。ただそのリスナーさんとかねえやとか成田くんがなんで怒ってるかっていう理屈っていうのは、俺らのリスナーさんが2000円もらえるって言ったのに送られてねえじゃねえかっていうところで怒ってんのよ。そう、要はそれっぽい情報をねえやと成田くんは誤解しちゃったの。リスナーさんから送られたそれっぽい情報に惑わされてる状態でもあるのよ。で今度はだよ、今度話に板ババアがメールを送ってなかったら、要は証拠を出せてなかったら、言ってる意味わかる？これはね、10月の15日の話。今度はリスナーさんが優勢になるのわかる？あれって、板ババアなんでその最初に送ったメールは出せないのってなるわけよ。あれって言ってる意味わかる？こうするとねえやと、この画像が出てこない時にねえやと成田さんとリスナーが優勢になるの。ID はまだ使えるみたいよ、天岐阜。え、ちょっと待って。だったら、板ババアが新しいメアドに送ればいいだけじゃね？だったら板ババア悪いんだよ。ID に天岐阜が残ってたら板ババアが悪いって話だよ。言ってる意味わかる？いや、連絡してってずっと言ってんのよ、俺は。でもずっとかけてこないの。俺はどっちでもいいよ。はい、お久しぶりです。あ、LINE 全然構わないよ、俺は。言ってる意味わかる？だから、俺が聞きたいのは、なんで板ババア、その、証拠の LINE 出せばいいじゃんって言ってんの。さっき残高が消えたって騒いでた。いや、だからね、みんな発狂してね、わけわかんないことになってんだよ。みんな発狂してわけわかんないことになってんの。発狂しなきゃいいんだよ。そう喧嘩腰になりすぎちゃってんの、みんな。普通に冷静に話したら、ただ証拠出せばいいじゃんで終わっちゃう話なんだよ。昨日もプレゼント枠やってたの。そう、要はね、どっちが悪いって決める段階じゃないの。ほら、詐欺師がその相当頭に来たのかっていう問題ってあるじゃん、リコさん。それが図星だから怒ってるのか、本当だから怒ってるのかっていう問題があるのよ。要するにどうでもいいとか。いや、こんな美味しい話ないでしょ。超面白いでしょ。推理書、俺近代史少年くんみたいになってない？ちょっと音楽変えていい？ちょっと X ファイルのモルダー捜査官みたいになってない？俺はなんかすごい賢だと思ってるんだけど、自分のこと。俺だけ？もしかしてこれ思ってるの俺だけ？違う？ここまで一瞬でたどり着いたんだよ。ちょっと待てよ。みんな一旦冷静になろう。頭を使え。まず、板ババアが枠を開いたのは事実だ。リスナーがメールアドレスを間違えた。これもまた事実。待てよ。板ババアが証拠の LINE を出したら、板ババアの身の潔白は証明されるじゃないか。みたいなさ。一人でこう物語が進んでいったんだけど。確かに2000円で閲覧稼いだ。ワドが2000円プレゼントしたら、俺がすんの？なんで？いい感じだよね。俺は一人でこういう気分でやってるんだよ。ちょっと待ってね。
はいはい、あれ電話出ないんだけど、なんだ、滑舌悪すぎてつうか発狂してる状態だよね、発狂してる状態うん、あ、かかってきた、かかってきた、はい、もしもし、あ、もしもし、お疲れっす、あ、お疲れ様です。俺がさ枠で説明してることって大体合ってる？いや俺ね気づいたの、ん、まずババアがさ、うんね、メールで送ったのは事実だと思うんだ、ほうほうほう、なんだけどそのメールアドレスを間違えたわけじゃん、うん、でそのメールアドレス、幸いなことにその間違えた、あ、ちょっとハウルな俺、んでその、あ、ダメだ俺枠は落ちるわ、ワードは聞こえる？聞こえるよ、だそのメール送ったのは事実で、メールアドレスは間違えて送っちゃったんだよね、うん、間違えて送ったんじゃなくて、間違えたのを伝えたのはリスナーさんだから。あ、そうそう。だから俺の話をちょっと、うなずくだけで聞いてもらいたい、ね。だそれはダメだよ。間違った情報が広まっちゃうから、リスナーさんに。うん、だからじゃあ、うん、リスナーが間違えたメールアドレスをババアに送りました。うん。で、ババアが間違えたメールアドレスに送りましたと。うん。で、その幸いなことに、間違えたメールアドレスは存在しないの。存在しない。うん。それは。しないから、その2000円のやつはまだ生きてるんだ、うん、誰も読み取ってないから、存在しないメールアドレスに ID 載せてるから、いやだからさっきも言ったんだけどね、 Google アカウント、だって間違えた話聞かないと、多分ね成田くんがその感情的になる部分は分かるのよ、俺のリスナーが、いやもうなってないよ、俺もうなってないよ、うん、じゃあ冷静に情報、自分の憶測でやるんじゃなくて状況証拠で多分話をしないといけないと思ってるのね。で、もし板ババアが間違ったメールアドレスに使ってるんだったら天ギフが残ってるから新しいアドレスに送り返せよっていうのが、だからとりあえずそうするしてみる価値はあるでしょ、してみる価値があるじゃなくて、その間違えて送った、そう話を聞いて、それが成田くんの言い分だよねっていうことを言いたかったの。いや、その後に冷静に考えてねってことだよ。何を言ってんの？ん？え、いいよ、続けて。じゃあ、分かった。全部聞いてから話すわ。いいよ、続けて。もしもし？ん？いいよ。え、いや、いいよじゃなくて、あのね、それで板ババアが確実に嘘をついてるっていう状況証拠にはなってないのよ、今の段階では。いや、もう嘘をついてるとかはもう終わってるでしょって。今嘘をついてるじゃなくてメールを送った、だからその俺が言った後に、ん？聞こえねえな。いや俺は聞こえてるよ、俺らは。うん、え、何？メール送った後にで何？いやで何じゃなくて、証拠はないよって言ってんの。そう、板ババアが間違ってるともリスナーさんが間違ってるとも言えない状況なのよ、客観的に見たら。だけど成田は確実に板ババアが嘘をついてるって言ってるから、判断をまだ早いよっていうことを俺は言ってんの、成田に対して。あ、だからそれは分かって、俺がそのすぐに嘘つき、だからそれは俺さっき字幕でそれは謝るよって言ったよ、そのいきなり嘘をついてんだろって言ったことに関してはね。近くて、俺は嘘をついてるんだろって言ったわけだから、そのリスナーさんが絶対に正しいっていう証拠があるんでしょって成田くんに言ってんの。ああ、それはDM 来てる。DM が来てんの？うん。その間違えて送ったやつの DM が来てて、さっきほら見たでしょ、グループにあったやつ。グループから弾かれてるもん、俺途中から。え、何？どういうこと？どういうこと？だそこにその。そこにっつうか、俺は見てないから、その説明をしてほしいのよ。うん、だメールアドレスが乗っかってて、まずそのリスナーのね。リスナーのメールアドレスが乗っかってる？だからそのこのメールアドレスに送ってくださいっていうメールアドレスが乗っかってるんだけど、どういうこと、うん、全然俺らは把握できてないよ、リスナーさんも含めて。
それでなんで板ババアが悪いっていう証拠になるのかとか、だでからも、悪いっていうのは、俺もすぐに言い過ぎたなっていうのは分かってるよ。え、じで、ゃあ、そこはもう、成田君は何を訴えかけようとしてんの、板ババアに。だからとりあえず、その間違えたメールアドレスに載せた ID、iTunes ID を本当の正しいメールアドレスに送れって言いたいね、とりあえずね。もう結で、果的に言うと。いや、わかんのよ。それはわかるの。それはわかるの。ね？で、読み込めれば違うの、ちゃうんでしょ違っうの、違うの。て。板ババアの言い分は、その先があるのよ。いや、残高はもう、なくなってるよって言ってんの、板ババアは。だ、それはおかしくないじゃん。なんでなくないや、るの？だから、おかしいから、板ババアに証拠を出すのがあるんだよって。その証拠が出てから、板ババアは嘘ついてるか、正しいことを言ってるかなんだよ。だから、成田君は論点が一個前の段階で揉めてんの。俺らはもうその先に行ってんの。要は、どっあ、ちがそうな嘘の。ついてるか確定してる状態に、だから先に早く一番最初に電話してくれっていう成田にお願いしてたんだよ。言ってる意味わかる？どういう状況か。わかじゃる？あ、あともう一個すごい気になるのが、え？次の話いいよ。うん。これなんか DM でまずやり取りしてるんだよね、2人が。板ババアとね。うん、わかるわかる。うん。で、そこでなんでメールアドレスを引っ張ってきたの？ DM で ID 送ればよくないって。うん、OK。だから、俺らは、板ババア悪くないって言ってて、DM で送ればいいところを、リスナーさんが、こっちに送ってくれって言ってんの。だから、リスナーが怪しいって俺らは言ってんの。言ってる意味わかる？ああ、そういうことね。そう。だから、成田が 早とちりしすぎなんだよ。感情的になるなよって、俺はずっと収めたじゃん。売名とかする気とかじゃなくて、冷静になったらわかるから、みんな冷静になれっつってた意味わかった？だあ、じゃあから、だから一応、その客観的に見ると、このリスナーがワンチャンそのだっメールアて、ドレス詐欺を、要は送ってもらったけど、メールアドレスを消した可能性があるって言いたいってことね。もあるし、だから、いや、違うの。俺はいつも言ってるけど、証拠が出るまで疑うなっつってんの。疑わしきは罰せずなんだよ、日本人は。要は、疑わしいものに罰を与えちゃダメなの。で、え、じゃあこれうさ、ん。もうこれ決着つかなくない？つくんだよ。だから、絶成田対が、につかないよつくね。んだよ、つくんだよ。行くよ、成田。俺が言ってるのはね、板ババアは最初のメールアドレスに送ったって言ってるんだから、その、iTunes カードを送ったメールをキャプチャーすることができるんだよ。言ってる意味わかる？うん。で、もし送ってる画像が出てきたんだったら、板ババアは、もうここで無罪なの。なんでかわかる？なんでかわかる？なんでっていうか、その、まあ、送ってるっていう証拠があるからね。証拠がああ、ある。送って、要その、は、なんだ、届けましたっていう。間違えたのがリスナーなんだから、送って私は法的な責任を果たしてるでしょって言って、ちゃんとやってるわけだから。で、その中で残高が減ってるんだから、私の責任ではないですよっていうのは正しいの、板ババアの言っそうてだる。ね。でしょ？でも、だこけ、の、待って、まだ続きがある。お前は最後まで聞きなさい。ね？で、この証拠が出せないっていう風になると、板ババアが都合が悪いからだよね。言ってる意味わかる？そうすると、リスナーさんの方に偏るの。あれ、板ババア怪しいよねってなるのよ。だから、板ババアは身の潔白を一発で証明できる鍵を持ってるのは板ババアなの。でもメールってさ、あ、そっか、だからその間違えたメールアドレス送って、そのままちゃんと送信されてれば、その時は存在してたんだよね。そう。だから俺が言ったのよ。捨てアカを作って板ババアに送るじゃん。で、抜くじゃん、リスナーさんは。で、その後に、このメールアドレスを消して、板ババアに、こんなメールアドレス間違えてました。新しい方に送ってくださいって言ったら、二重取りができるし、板ババアをできはるめることね。ができるんだよ。だだかから、ら、ババアが、その、ちゃんと送信できましたっていうデータを見せろってことだよね。まず、第一話。で、今で、度、あのそれ、ババアにちょっさ、と待っ話て。できねえかな。いや、だから話したいっつって、凸上がってんじゃん、俺。間に入った方がいいから、っつって。そう、でもなんかめちゃ成田とか咲美とかって言うからさ。先見？あ、その咲美中ってやつとなんか。ああ、成田をって。いや、それはさ、だってさ、決めつけてたじゃん、成田も。最初かだからら、そこれのはだ詐欺から師、徐こ々のに理ババ解はしてってて、俺も途中で、ア。いきなりお前は詐欺師だって言ったのは、じゃあ謝るけど、もう一回その ID を送るようにっていう、こうなんだろう、冷静に考えて言ってるわけよ。いや、だから、それが遅いって。だから、最初に相談しろっつったじゃん。だから、みんなで、あいつどこ行ったの？いや、今、俺の枠で来てるから、今から、板ババアと話すから、一回落ちて。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあね。OK。
な、言った通りだろ。成田と姉やが早とちりすぎなのが原因だって言った通りだろ。板ババごめんね。板ババは、俺は板ババと話したい。板ババさ、うん、わかってるわかってる。板ババさ、LINE とスカイプ、俺スカイプが使えないんだけど、LINE で話せる？板ババ。うん、そう、部外者が板ババを煽って発狂させたのが俺悪いと思ってんの。じゃあ板ババと話すか。要はね、状況判断するのが早すぎるんだよ、みんな。どちらが結果でも詐欺ではない。詐欺ではない。なんでだ。いや詐欺だろう。リスナーさんは詐欺だろう。なんでかっつったらさ、テレビを見ててプレゼントをあなたに当選確定しました、いや送られてこないんですけどって言ったら騙されてないか。実害が出てるから、QR コードじゃなくてね、板ババアさ、今ここの下に LINE が出てるでしょ。これクリックすると、携帯電話で LINE が入ってる携帯電話クリックすると、俺の LINE がそのまま登録されんの。板ババ QR コードじゃなくて、これをクリックすれば見れ、LINE ページに飛ぶ。みんなクリックしてみ、 LINE 出るから。 QR コードよりも便利な LINE 出してるから。そうだから、もう一手なんだって。板ババアが悪いのか、リスナーさんが悪いのかっていうのは、板ババアが握ってんの。うるせえな、こいつら。二重取りができる時点でリスナーは、いや、まだね、決めらんないよ、そこは。板ババアと話すね、今度。ちょっと佐藤さんさ、あんた関係ないよね、第三者だよね、何して出てきてんだよお前関係ねえだろ、何して出てきてる、じゃあどうしてんだお前勝手によ、お前邪魔なんだよ、何やってんだよ枠とかよ、お前邪魔なんだよ、なんで消えろよお前。いや、消えろよってどういうこと？だってお前第三者、お前がなんでジャッジしてんだよ、誰が正しいとかよ、お前関係ねえだろ、そもそもお前何の関係があるよこの件に。関係はどうやって私とそのナイトとかだろ、何でお前出てくるんだよ、写真出てくるんだよお前。関係ねえだろお前、大手か、大手かなんか知らねえけど。いや俺大手に名乗ってない。何出てくるんだよお前、何出てくるんだお前、関係ねえだろ、何でお前ジャッジすんだよ。え、関係ないってさ、関係、お前何の権利があるの、お前何の権利があるの。いや、権利はあるよ。何の義務があるの。権利はある。権利はある。お前何の権利があるの。権利はある、ある、ある。私に何の権利関係あるの。私、お前何の権利があるの。あるある。ある。何の権利があるの。言ってみろよ、だったら。法律的に言ってみろよ。法律的に言ってみろよ。オッケーオッケー。オッケー。まずね、実害があるとするじゃない。実害なんかないわ。ただこっちがあげるって言ってんだわ。俺は、こっちがあげるって言ってんだから。板場はさ、こっちがあげるって言ってんだに、千円を。向こうからくれたものを、ね、あのね、向こうからお金もらってるわけじゃないんだわ。板ババはさ、切って送れって言ってんだわ。板ババは多分だから私がどうしようか、私自由なんだわ、それは。やめようかどうしようか、私自由なんだわ、家になったらやめようか、無償同意契約なんだ、これは。知ってる、無償同意契約って、バド。バド、呼び捨てしちゃうけど。いや、呼び捨てでいいよ。タイム利口責任って知ってるから、言って知ってるかって聞いてんだよ。無償同意契約と債務不履行責任っていうのを知ってんだから、その法律では言ってみろよ、言ってみろ、今すぐこれまで言ってみろ。板ババアね、板ババアね、無償同意、なんか言ってんだよ、無償同意契約と債務不履行責任って説明してみろよ、まず法律的に説明してみろよ板ババアね、無償同意契約なのこれは。私があげるって、ただであげるって言ってそれをもらうっていう無償同意契約なんだよ。私にはね、責任発生、私は送ってきて、ここに送ってくださいっていうね、ところに送れば、そこで債務不履行なんねんだよ。板ババア、完了なんだよ。板ババアさ、俺板ババアが悪いって言ってる立場じゃないよ、まず。だからお前がそこに出てくるんだけど、間違って言ってんだよ。お前関係ねえだから。いや、関係ないよ。関係ない。お前がなんか迷惑かけたから、私、お前に迷惑かけたから。かけてない、かけてない。お前に迷惑かけたか？言ってみろよ。
かけてないよ。何でも出てくるんだよ。お前ただ便乗しただけだ、この枠に。いや、便乗してるよ。あのね、っていうのも、板場バーが悪いにしろ、ね、リスナーさんが悪いにしろ、実害がどちらかに出てるわけよ。実害がどちらかに出てるっていう場合はさ、ふわっちで行われてる問題だから、もともとだ。関係ねえ、もう離れてよ、ふわっちは。正直離れてよ。こいつ勉強しろよ、もっと。法律勉強 しろっていうかさ、板ババアはそのじゃあ DM 何残高がないんでしょ。要は当たり前だろ。うん、分かってる分かってる。だったら板ババアは悪くないじゃん。だからちゃんとどうもそもないとは第三者なんだわ。関係ないのは私とユキト君の権利関係なんだよ、それは。いや、分かるよ。所有権の点は私は内田君とは契約してないんだわ。分かる分かる分かる。そうそうそう、私は所有権の点は、うん、私とユキト君との権利関係なんだわ。わかる、リスナーさんとね。私はちゃんと、無償贈与契約って法律で、ちゃんと、決まったところで、私は、ユキト君が最初に示したメールアドレスに、送りましたって、ちゃんと、見た見た見た。丁寧に。送ったら確かめてくださいって。わかるわかる。そこに、そこで私の裁判はもう完了してるんだわ。わかるわかる。そう。完全完了してるんだわ。うん、そうそう。それ届かなかったっていうのは、それはメールが間違ってて、届かなかったって、ゆりとくんの完全ミスなんだわ。そうだよね。立候補なのは、ゆりとくんの方なんだわ。だから、板場は悪くないもんね。立候補だったら、そこで契約解除なんだわ。わかるわかる。そこでもう、それ以外出しないんだわ。わかるわかる。最初から契約が無効だったことになるんだわ。だから、そもそも、その後に、ゆりとくんと、その内田との間に、女優権契約が結ばれてたかもしれないけど、そもそも、私とゆきとくんとの所有権移転関係が無効になってるんだから、そもそもゆきとくんに所有権移転しないんだから、名誉毀損だよね。名誉毀損されてんだよね、板場ババアは。俺はそう思うよ。そう。だから板場ババアがかわいそうだ。そうだわ。そうそう。私は法律にちゃんと履行してるわ。そうそう。俺はそう思う。詐欺師とか言われて全然よくないわ。私法律にちゃんと債務履行してるわ。わかる。だし、そのリスナーさんに対して、その丁寧な対応してるもんね、板場ババアはね。そうだわ。3回も4回も確認してるわ、抽選で。うん、してるし、見た見た。だから俺は板場ババアがね、ちゃんと対応してるよって言ったし、板場ババアはちゃんとメールアドレス送ら、あのリスナーさんがね、これに送ってくださいって言ったところにちゃんと送ってるよって言ったの、板場ババ。間違ってたのはそっちの方でしょ。だよね。なんで、だからそもそも成田に所有権なんか移転しないんだわ。そう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 。だから成田に条件付き所有権移転契約なんだわ。成田と木下君の間の契約っていうのは。ね、もしも私から所有権がゆきとくんに移転したら、その時は、ね、ゆきとくんから成田に所有権移転しますという条件付きの所有権移転契約なんだわ。俺、板場ババアの言う通りだと思うよ、本当に。で、そもそもが、私とゆきとくんの履行不能によって契約は解除されたんだから、契約は契約の届きに遡って無効なんだわ。俺ね、だから所有権は移転しないんだわ。板場ババアね、本当にごめんね、なんか関係ない第三者が出しゃばっちゃって。でもね、本当だよ、本当にごめん。出てくんじゃねえよ、それ。一覧稼いでんじゃねえよ、バカ。板場ババアごめんね。でもね、俺はね、板場ごめんね、板場ババア。関係ない、お前なんでマグジャッジするから、ムカつくんだよ。なんでマグジャッジするんだよ、誰が正しいとかよ。私は何もしてないわ。俺本当にそう思う、ごめんね、板場ババア。当たり前だ。謝れよ、バカ。王手はなんか知らないんだよ。俺、王手じゃないよ、全然。王手強いだし、カズだから強いんだよ。カズは強いんだよ。板ババアさ、板ババアさ、なんだよ、王手。ほら、でもさ、あの、いやいや、俺、王手じゃないよ、板ババア。王手、お前、王手がよく西山とか乗ってんじゃねえかよ。え？お前、王手とか、王手が西山とかよく乗ってんじゃねえかよ。医者？デイとか、デイとかに乗ってんじゃねえかよ。王手だからよ。いや、俺は大手じゃないよ、全然。大手だろ、お前。大手のくせに。大手のくせに。いやいや、俺は本当に大手じゃない。大手のくせに、家族に寄せて乗せ上がってんじゃねえよ、バカ。いや、板ババ、俺は大手じゃないよ。大手だろ。いや、大手じゃない、大手じゃない。違うの、板ババが、なんか叩かれてるから守りたいなと思ったの、俺は。余計な世話だわ。私は自分で戦うわ。そうだよね。自分なんか戦えないわ。そうだよね。でさ、ダメなんか開かないよ。天城記念詐欺事件についてとかさ。なんでまだ開くんだよ、開くの私だろ。私自分でジャンプ開いたの、詐欺事件についてって。なんでまだ開いてんだよ、お前。関係ない。でもさ、ほら、誤解してる人が多いからさ。みんななってんねえ、バカ。誤解してる人が多いから。だからお前がなんでそんなこと解くんだよ、解くの私だからさ、俺、あのコラボで上がったじゃん、コラボ枠で。
ちゃんと話聞きたいなと思って。コラボクソだから、電話がいねえじゃんかよ。コラボ何？なくなかったかよ。コラボ。ふわちのこれクソなんだ。クソ？こいつの LINE とかのが全然いいんだわ。うん？クラブふわちのこれクソだから全然わかんねえじゃんかよ。うん。いや、だから全然 LINE でも話したかったの、いたばばあと。でもそういうコメントでいいよ、それって。あ、ごめんね。うん。でも話せてよかったよ。でさ、いたばばあさ、俺いたばば。どれにしろよ、何かにしろよ、うん、こじきばっかりでよ、うん、こっちは、こっちはよ、審査審でやってやってんのによ、うん、どれにも機材ただであげてんのによ。え、どれさんに機材ただであげたの？機材ただであげてんだよ。え、何の機材あげたの？いたばば。iPod Touch、パソコンだよ。パソコンと iPod Touch？ え、だってそれ40万ぐらいするでしょ。しねえよ、安いよ、パソコンで2万5000円パソコンだよ。iPod Touch は余ってたやつだよ。あ、そうなんだ。いらないからあげてんだよ、一人に、うん、それ文句言ってんだよ、使えるやつをこちらがくれるやつもらっといてよ、あいつは。え、最低じゃん、どれさん。それでな、うん、あいつな、私のことをもらっといてな、市街だとか障害者とか散々にじっといてな、うん、それひどくない？それでな、で今日は今日でな、うん、それでディスった次の日にな、うん、私がこの間ピレタバを浮気してたの知ってる？ピレタの客枠してるの知ってる？あ、ごめん、知らなかった、うん、あのね、うん、パソコンとかデジタルカメラとか、うん、50万円分ぐらいのプレゼントを西田さんにしたの、うん、おー、ただで、すごいじゃん。送料とかも負担で、え、板パパを負担でプレゼントしたの？だから持ってるもので、うん、余ってるものをプレゼントしたの、そう、西田さん還元ってことで。えらいじゃん、板パパ。パソコンとか50万円分ぐらいを。50万すごい。中古だけど、うん、全部中古だけど、うん、まあでもすごいよ、うん、でも、うん、ちゃんと全部使えるもの、うん、うん、中古だけでいるんだったらあげるよって、うん、いるよりも西田さんが使ってくれた方が嬉しいがって、うん、いらないからいる人がいるって枠をやったわけ、うん、その中に山口とかも入ってくるわけ。なるほどなるほど、その一つのね、ことで揉めちゃったんだ。そので他の人は文句なんか言ってこないわけよ。なるほどなるほど、ちゃんと届きました、ありがとうありがとうありがとうって、うん、文句言って泣いただけなんだよ。しかも第三者なんだよ、ゆきとくんじゃないんだよ。ゆきとくん諦めました、うん、僕が間違ってんだから、僕のミスだからもう諦めましたって、うん、ゆきとくんは言ってんだよ。ゆきとくんとは話がそこで終わって、うん、成田が出ることが間違ってんだよ。だよね、関係ねえんだよ、うん、どれ最低だよね。で、詐欺者扱い、なんで成田関係ない、成田がよ、うん、関係のない成田がよ、うん、でゆきとくんが言うのは分かるよ、うん、ゆきとくんが私のこと詐欺師って言ってくるのは分かるよ、うん、そうだよね、なんで関係ないだか、うん、そもそも所有権の、うん、所有権全関係ない成田がよ、うん、私に詐欺師だって言ってくるんだよ、関係ないだろ、成田、うん、そうだよね、うん、いや、それは本当にね、詐欺師、詐欺師、何回もこれまかり指示してきやがってよ、何回もさ、うん、私言ったよな、無償の契約関係と、うん、債務不履行責任で、うん、六本で調べてみろって、うん、調べたのかよ、成田、言ってみろよ。いや、調べてなかったんだよ、成田君は。だから知らないんだよ、バカだから、うんうん、無償の契約と債務不履行について知らないんだろ、そうだよね、条件付き同様契約とかそういうことも知らないんだろ、うん、どうしたら自分に所有権が出てくるかって、そういうこと自体は知らないんだろ、うん、そもそもゆうたくんとの口約束で、うん、自分ゆうたくんに所有権が出てきたら自分が1000円分ギフト、うん、アマゾンギフトに分けてもらえって言うから、うん、それがゆうたくんに所有権が出てきたくなっちゃったから、うん、ゆうたくんがダメになっちゃったって怒ってるんでしょ。俺も1000円もらえるはずだったのにって、うん、そう思う。せこいんだよ、せこいんだよ、私に関係ないわ、ナイトなんか私に関係ないわ、私はゆうたくんしか関係してないわ。なんで成田が文句言ってくるんだよ、うん、成田なんか知らねえわ、うん、それはゆきとくんに所有権でしてからなじで、うん、ゆきとくんとさ、成田と成田の関係じゃ、うん、文句言うのにゆきとくんに言うよ。そうだよね、うん、本当にそう思うよ。だってさ、関係ない、私は、うん、成田なんか知らねえわ、うん、うん、そうだよね、俺もそれは成田が悪いと思う。ここには所有権から離れてるわ、うん、うん、いや、本当にそう思うよ、うん、板パパは全然悪くないよ。悪くないわ、どういうの検査って、うんうん、どれ悪いよね、どんな悪い。それで私30万のパソコン狙ってきたから、え、のことっといて、え、何、え、何、パソコンも、それ私もパソコン、そうだよ、うん、え、教えて教えて。私はクレーター企画してて、うん、パソコンとか上げてたから、うん、そんなね、クレーター企画をね、うん、やって、うん、私はね、自分の枠で、うん、自分の品物を西田さんにプレゼントしただけだよ。え、何、それでパソコンもらった分際なのに新しいパソコンよこせって言ったの？30万のな、何、もうディスっといた、嘘、そんなズーズーしいの、どれの深夜食堂って。
そうだわ、私な、なんでどういう、うん、どういう人にディスられてさ、死がれたとか障害者だとかさ、うん、死ねよって言われてさ、うん、なんでそこまで言われてさ、うん、30枚分さ、うん、どれにそこまで言われてさ、さらにさ、30枚分もさ、プレゼントしなくちゃいけないの？なんであげる必要があるの？最低じゃん、どれの深夜食堂。俺に、うん、私は確かにね、うん、パソコンあげるよわけしてたよ。うん。うん。別にどれのためにやったわけじゃないよ。え、なんでどれさんにあげたの？だからその時私はアフリカでやってたの、アフリカを。うん、でどれが大手になりたいって言って、配信者は大手を利用して大きくなるもんだって言って、うん、え、何何？もう一回言って、どれさんが言ったのそれ。そうだよ、配信者っていうのはみんな大手を利用して売名してのに下がっていくもんだっていう持論を振りかざしてたわけ。お、配信者理論の理論があって、あいつの、うん、クソダサいね、配信者というものはこういうもんだ、配信者というこういうものだという理論があったわけ、あいつの。え、何その時有名だったの、ドルさんは。アフリカ人有名なわけないだろ。何人ぐらい見てたのそれを。見てねえよ、ゼロ人だわ。ゼロ人でそれを言ってたの。そうだわ、クソダサいじゃん、ドルの深夜食堂って。そうだわ。え、何、閲覧がゼロで閲覧がゼロのアフリカ TV のカッソカソ生主だったのに配信論語ってきたの、板場バーに。常に語ってるんだ、あいつは。最低だな、あいつ。なのに、うん、理論だけは立派なんだわ。ほんと最低だね。いや、もっと言って、もっと言って、どんどん。俺、知らない情報、どんどん出てきてるから、みんな、ほら、ドレさんのこと騙されてると思ってんの、なんか最近有名で、チヤホヤされてるじゃん。あんなやつ、カソカソだよ、ツイキャス行ったって。ツイキャスなんか半年前って、1000人、2000人、そういうやつだったら稼ぐわ、どういうやつは無理だけど。うん、私だって稼いだわ、半年前って、ツイキャス1000人、2000人稼いでたわ。うん、あいつは2年間やったって、せめて1桁だわ。うん、そうだよね。そういうやつなんか、50人ぐらいだわ、うん、2時間とか、6時間とかやってさ、せめて200人ぐらいしか集まんない、6時間も、何時間もさ、朝から夜中の12時から7時ぐらいだけでさ、うん、そういうやつは200何歩だわ。うん、そんなツイキャス配信なんか仕方ったわ、うん、そもそも配信として才能がないんだよ、半年以上もやってさ、1年もやってさ、閲覧がそんなに伸びないんだったらさ、そもそも才能がないやめればいいんだわ。そうだよね、やめればいいんだよ。半年もやればさ、うん、そいつは1000人ぐらい超えたツイキャスぐらいだったら、うん、私だって無名だけど、それぐらい言ってたわ。そうだよね、板場はツイキャスで有名だったもんね。有名じゃないわ、私なんかカソカソだわ、うん、カソカソだけど1000人ぐらい来てたわ、私だって、うん、すごいよ、うん、普通それが来れば半年もやってれば、才能あれば。そうだよね。おあいつにはキャラクターがないんだわ。つまんないだけなんだ、あいつの、あいつの配信なんて。あ、そうだよね。キャラクター全然ないよね。うん、ただ、背後で乗り下がっただけなんだ。うん。ほんと最低だよね。うん。200号店なんだ、あいつなんか。え、板場はさ、ところでさ、その、うん、契約不履行になったのは、俺板場は本当に正しいと思うのよ。だってメールを送って不履行じゃない、履行不能だよ。あ、履行不能か、ごめん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 ね、俺バカだからさ。契約不履行だと私は履行しなきゃいけない義務が生じるんだよ、うん、そうそう、契約不履行だもんね。契約不履行だから、うん、だからな、何だか言ってる、私が契約不履行だって言ってんだろ、うん、だから義務を履行しろって言ってんだろ、うん、そもそも履行不能なんだよ、指田くんの。うん、わかるわかる。だって間違えたメールは指田くん履行不能だから、うん、履行不能の場合は契約解除なんだよ。わかるわかる。俺さ、思った、契約はそもそもなかったものになるんだよ。うん、そうだよね。うん、うん、もう本日勉強したらどうも少しは。そうだよね。うん、板場はさ、その送ったメールをさ、あの自分のリスナーだから、なんでそんなしなきゃいけないんだよ、私が。私は法律的にもう義務果たしてんだよ。ちゃんとやって払っただろ、送りましたから確認してくださいっていうのと、うん、それで間違えました、メールアドレスも間違ってましたって、それが証拠じゃねえかよ。メールアドレスが間違ったら届くわけねえんだろ、うん、当たり前じゃんかよ、そんなの、うん、だからもう一つメールさらしただろ、もう一つさらしただろ、送りました、届きましたかって、そっちにはもう一つ、うん、そっちには届きました、ありがとうございましたって書いてあっただろ。あ、そういう完成してんだわ。あ、そうなんだ、届きましたって言ってるんだ、その人は。俺それ画像見てなかった。もう一つの方がだらけたわ、ちゃんと。じゃあさ、それはメールがあっては届くんだわ。じゃあさ、っていうことはだよ、あの俺らにばらまかれてる情報っていうのは嘘の情報じゃん、その隠された情報じゃん、ね、じゃあ板場はその情報見せてるってことは、板場は悪くないじゃん、全然。いや、言ってさ、ずっと出してんじゃんかよ、証拠出せっていうか、証拠出してんじゃんかよ、うん、それはなんか私が偽装だった時に、うん、あんまり作業したとか言って一緒いたよな。うん、私偽装なんかそもそも箇所だから、偽装なんか2箇所取ったことねえんだよ。うん、全然高くて、今回初めてだわ、やったの、うん、でもさ、あまり人にあげたことなんかいないわ、だから詐欺なんかしようがないわ、うん、
どこでその証拠出てくるんだよ、うん、リスナーさんから届きましたよっていうメールは板ババア持ってるんでしょ。出した証拠、画像出したんだったら板ババアの勝ちじゃん、これ圧勝じゃん。だから メールがアドレスが正しくなかったら届かないの当たり前だよ、ゆうとくんのところに。そうだよね、そうだよね。で、ゆうとくんっていう、その証拠も出してて、私それが証拠じゃねえかよ、うん、なんでスクショとか取んなきゃいけないの。そんな届かないことなんか背負ってしないから、スクショとか取らねえよ。まあわかるわかる、契約書の瞬間、うん、なんていうんです、契約の瞬間、うん、ちゃんとそのメールアドレスに送れば届くと思うから、うん、いちいちそんなスクショとか取らないわ。私取らないよね、わかる。何とかですから、証拠取ったからいけないんだよ。間違えたのにゆうとくんが悪いんだな、それ。うん、ゆうとくんから届きましたよっていうのが届い、あの届かない、違う、メール間違えてました、すいませんって来たんだよ。その証拠出したじゃんかよ、見てなかったから。だ見てないんだったら、うん、こんな枠調べてねえよ。見てるよ、見てるよ、俺見てる見てる。ゆうとくんから間違ってましたっていうのは見てる見てる。ゆきとくんだ、間違えない。ゆきと、ゆきとだよ、ゆきとさんね。うん、見たよ、それは見た見た。だってそれぐらい証拠じゃないから、なんでお前そこで、うん、そこでもう決着ついてんじゃんかよ。なんでお前そこんな枠やってんだよ、2000万円いつなんか過ぎやがってよ。そうそう、それをさ、そうそうそう、大手としてよ、大手の肩紙わけねえよ。俺大手じゃないもん。大手だろ、お前認めないよ。大手、俺は大手じゃない、大手じゃない、俺は大手じゃないよ。私だって大手だよ、お前なんか。いや、板ババアは俺より大手だよ。多いじゃねえって、それカサカサだよ、知ってんだろ、それカサカサ。いやいや、だって今日すごい閲覧集めてたじゃん。今日はどういうとこでやってたからだよ、うん、たまたまだよ、うん、メール送信画面とか見せたらみんな安心するんじゃない、板ババアのリスナーさんは。そんなもんないんだよ、知ってんから。まあ、iTunes 好き人系の送り方、いや送ったことねえだから、iTunes 好き人系ないな。そんなもんねえんだよ、うん、うん、メールそんなもんねえんだ、紹介残んねえんだよ。送ったことで送ればそれで紹介、それでも送ったことになっちゃうんだよ。え、メール、それで送ったから2000分送りましたとか、うん、そういうメール届かねえんだよ。え、のメールで添付したんじゃないの。メール添付したけど、そのメールが届きましたとか、そんなの出てこねえんだよ。あ、違う違う、送ったメール画面で証拠になるじゃん。送ったメール画面じゃねえんだよ、アイスギフト券の入力画面なんだよ。ああ、要はアップルのサイトから、アプリから直接送ったってこと。そうなんだよ。だから、そう、なんか、メールでやりとしてるわけじゃねえんだよ。ああ、なるほど、なるほど。要は、Apple の iTunes カード購入ページで、それをそのままなんか添付するみたいな機能があるんだ。だから、その画面自体を出せないってことか。ああ、なるほど、なるほど。僕ちょっとそれおしまいなんだよ。なるほど、なるほど。間違った情報で喋ってんじゃねえよ。あんまり。ギフトカード、ギフトコード送ればいいとか言ってんじゃねえよ。ギフトコードじゃねえんだよ。ギフトコードはもう使っちゃったから、アマゾン、来週ギフト券に変えたんだよ。ギフト券は、その、買ったのね、新しく。だから、あ、ね、うん、ポイントが溜まってたから、私は iTunes コードを、うん、5000分変えてたの。うんうんうん、変えてた。うん、5000分ね、コードで。うんうん、で、自分の、アップルストアに5000分の金額が貯まってたの、うん、アップルストアに貯まってた、うんうん、ね、うん、5000分が、うん、ね、もう現金として貯まってたわけ、うん、なるほど、うんうん、それを私は西田さんに2000分と3000分をプレゼントしようと思ったわけ、うん、分けようと思ったんだね、うん、分けようと思って、うん、で、まず3000を出川さんと一緒に送ることにして、うん、抽選で当たった出川さんに3000送ることにして、うん、2000はゆうとくんに送ることにしたわけ、うん、で、もう、あいつのコードは5000円分に変えちゃったから、うん、現金として私の中にあったから、うん、今それをどうするかって言ったら、今度は送るためには、うん、iTunes ギフト券っていうのに変えなきゃいけなかったの。変換をするんだ。うん、そう、だから今度はそうしなきゃいけなかったの。うん、送るためには。うん、だからコードじゃないの。うん、で、iTunes ギフト券っていうのは、うん、メールで送るの。コードじゃないの。ああ、なるほど。そもそも間違ったこと言ってんだよ。わかった。もうね、板場は完全に、正しい。で、勘違いしてるのは、やっぱりリスナーさんの方だわ。リスナーさんの方と。お前なんだ、知らないで言ってんだよ。そうだ。オッケー。板場は完全に正しいわ。うん。うん。知らないで言ってんだよ。うん。これは、なり、うん。そうじゃねえんだよ。メールなんだよ、ラジオギフト券ってのは。そうだ、そうだ。ようやくわかった。ようやくわかった。ごめんね。もうその確定だわ。何も知らないで話してんじゃねえよ、勝手には。うん。うん。その通りだよ。何も知らないで勝手にジャッジとか話してんじゃねえよ。うん。喋りたくねえよ、バカ。ところでこんなことすんな。ところでさ、そのドレさんにさ、iPod 返せとかは言わないの？
言ったわ言ったわ、俺にしろ所有権停止なんか俺のもんだから、うん、返せねえって言ったんだよあいつは。え、なんで、え、文句言って障害者だってディスられて、パス開けたパソコンとその iPod は返さないって言ってんの？そうだよ。最低だねドルさん。もらっといて文句ばっかり言ってんだ、私に対してディスってばっかり言うんだわ。え、それはさ、いたまま障害を売りにしてやって、最低で気違いなんだって言ってんだ、うん、私のこと。え、ひどくない？もらっといて言ってんだ、そういうことばっかり言ってんだわあいつは。ひどくないそれ、いたばば傷つくじゃん。傷つかないわそんなことで、私は。え、でも頭来るだけだわ。頭に来ないそれ。頭に来てる、だから今日だってずっと走ってんだわ。うん、え、それなんかちょっとひどいよね、 もらうものだけもらってさ、人の悪口言って。それでさ、ちょっとパソコン壊れちゃったんだって、どれ。うん、で壊れちゃったら、うん、配信で、うん、ね、いたばば抜けた、うん、パソコンスピーカーが低いかって文句言ってんだって。うん、もらっといてなんでって話じゃんよ。そうだよ、もらっといてよ。そうだよね。うん、文句言うの自分で買えばいいじゃんよ、自前で買えんだからパソコンなんてよ。そうだよね、配信の大手とか拾ってんだったらよ、うん、パソコンが買えよ、それぐらい10万のパソコンぐらいよ、気付きすんなよどれ。いや本当にそう思うわ、どれ最低だね。そもそもどれなんてよ、うん、キャプチャーするわけでもねえしよ、うん、コメントビュー使うわけでもねえんだからよ、うん、パソコンなんかいらんねえ配信に、うん、iPhone で十分なんだよ、うん、画面打つだけなんだから顔は。わ、うん、かるわ。めっちゃ音楽流すわけじゃないから、嫌いにいらいるわけでもねえしよ、うん、あいつ機材作者なんだよ、うん、iTunes カード5000円にあのギフトに変えた時って購入履歴っていうのは残るの？残んねえんだよ。残んないの？残んねえよ。こうもうギフトだから残んねえんだよ。コードと違うんだよ、ギフト券だから。あーコードは残るけどギフト券は残んねえんだよ。ギフト券に変える時は残らないのか。コードは残るけどギフト券は残んねえんだよ。わかんねえんだよ、今日届いたかとかそうか、わかんねえんだよ。あのさ、3000円、相手に来たのかわかんない、相手に届いたかどうか聞かないかわかんねえんで、届いたかどうかってことが。あーなるほどなるほど。え、もう一人の人は届いたって言ってるんでしょ、3000円の人は、出川さんは。そうだよ、だメールが間違って届くわけねえだろ、そう考えればだ。うん、メールがそもそも間違ってない、2000円届くわけねえだろ、ゆうとくんの元に。うんうんうん、メールがあったら届けよ、そりゃ。メールが入ってんのに届かなかったら文句言ったってわかるよ。メールが間違ってゆうとくんが言ってんだよ、そして届くわけねえじゃないって、ね、間違ってメール言ってんだからよ。うん、私の間違ってメール送ったんだよ、うん、その後私なんでしょ、責任なんで、そこが、うん、いや俺は責任ないと思う。届かなかったって、うん、その間違ってゆうとくんが悪いんだから。うん、俺もそうだと思う、これは。なんでしょ、うん、そんな文句やるか言ってんだよ、ね、なんでそこまでしか責任持たないっけ、自分は違うんだろうよ。うんうん、いや俺はね、あのね、うん、そう思うわ。うん、板場はごめんね、オッケー、分かった、あれが分かったのか、いかにしろってんね、うん、もう枠閉じろよ。いや枠は取り直すけど、ありがとね、とりあえず状況ふざけんなよ、てめえ今すぐ枠切れよ、この枠すんなよ、甘木に関して枠すんなよ。うん、オッケーオッケー、枠閉じるよ。うん、閉じろバカ。うん、バカって何、ババアこの野郎、おいババア、おいおいババア、てめえこの野郎、なんだてめえ、おい、ババアってなんだてめえ、バカってこの野郎、おい。てめえ、ババアこの野郎、おい。バカってなんだこの野郎。おい、てめえ、親切でやってやったのによ。なんだババアてめえ、この野郎。なんだてめえ、ババアよ。なんだバカってこの野郎、ババアてめえ。おい。なんだバカって最後のよ。おい、てめえ、ババアふざけんじゃねえぞ、おい、この野郎。なんだてめえ、ババアバカ野郎。最後のよ、バカってなんだこの野郎、ババア。てめえ逃げんじゃねえぞ、お前。名誉毀損だろうよ、この野郎。おい、ババア逃げんなよ、おい。ババア、てめえ、きつかい、この野郎。ババア逃げんじゃねえよ、てめえが巻いたとねえだろうがよ。ふざけんじゃねえぞ、この野郎、ババア、クソが。もしもし。あ、おはようございます。おはようございます。あ、どうも。ういっす、ういっす。ね、今回の件に関して、うん。どうでもいいじゃん、2000円なんだし。いや、本当にそう。うん、だからさ、とりあえず今、うん、金梅と玉のさ、昨日あんな大騒動あってさ、うん、まあね、まあ、みんな興奮冷めやらぬ気持ちもわかるけど、うんね、よく考えてみりゃ、ね、ただのものが2000になるかもしれません。うん、でそれが、まあ、なんかの間違いか詐欺だって、ね、詐欺が騙すつもりだったのか、最初がわかんないけど、うん、まあ、たった2000円じゃん。うん、別にそんなね、言うほど、なんて言うんだろう、
ね、目くじら立てて言うほどのものでもないし、うん、なんか騙し取られたんだったらまた話は違うけど、うん、多分あのおばさんは、うん、まあ分かんない、正しいことも言ってんのかもしんないし、うん、かといってじゃあ、 あの送られてませんっていう人が正しいのかなんて、そんなもん、ね、水かけ論になっちゃうし、いやただのすれ違いです、ババアは本当に送ってる、ただのすれ違いなの、うん、どっちが悪いわけでもないのよ、うんうん、何かしらその不備があって、システム不備とかで、うんうん、まあ送れませんでしたとか、まあ、うん、送ったはずなんだけど他の人に届いちゃいましたとかはよくわかんないけど、うん、とりあえずたった2000円なんだから、うん、たった2000円でね、ギャーギャー騒いで、うん、ね、みんな貴重な時間を潰すんだったら、うん、ね、みんな例えば家を片付けるとかね、な、趣味に没頭するとか、言っちゃえば2000円だもん、たった、うんうんうん、だと思うし、うん、あの正直ね、そんな感情的になってね、うん、ババアだバカだとかいう話でもないし、別に、うん、だってね、うん、あの例えば今のおばさんがワドに当たり散らす理由もないし、うん、かとムカついたからってワドがバカって言われる筋合いはないから、うん、あれ、うん、ちょっと言って一個だけいいですか、いいよ、あれ配信スタイル最近変えた感じですか、いや変えたっていうか、いや俺は変えたっていうか、だって努力してるよ、自分で健全しようと、健全化しようと、健全化しようとしてるんですか、当たり前じゃんそれは、だってじゃなかったらリスナーついてこないもんえ、どんな感じの配信者になろうと思ってるんですか、どんな感じとかそんな大それたことはないんだよ、ただ、うん、やっぱみんなに対して恥のないようにあ、もういや、だってそれはそうじゃん、うん、俺がね、なんかもういい加減な人間だったらリスナーは俺を信じないし、はいはい、そうですね、やっぱ俺がしっかりしないとやっぱリスナーは答え、はい、ね、答えてくんないのは当たり前だから、あ、そうですね、もうお前みたいにね、旅企画詐欺やったりとか、はい、ね、お前みたいに寄り目だったらもう人は寄ってこないと、うん、目だけ寄ってくると、うん、まあ、そういうのは俺嫌だしね、うんうん、いや、いたばば、あなたの言い分はわかるよ、まあ、落ち着いて、とりあえず寝なさい、もう朝早い、まあ、ずっと頑張ったらしいけど、うん、俺ね、今起きたばっかだからよくわかんないけど、うん、ね、とりあえずまあ勘違いってあんだよ、人は、うんうんうん、でまあまあたった2000円でよかったよ、うんうん、だから逆に言えば、うん、で2000円なんて言えばさ、まあ、板ババアの行為だと思うし、うん、俺は板ババア疑ってないしね、うん、俺よく知らない人だから、うんうん、だからまあとりあえずね、だからまあもうその届かなかった人も板ババアももうとりあえずね、うんうんうん、こういうこともあると、うん、こうやってすれ違って揉めることも配信ですからね、うん、そうそうそう、で、うん、もうしかも人がやることなんだから、例えば何かの誤解が生まれることもあるわけよ、うん、そうですね、うん、板ババアは好意でやるつもりだった、うん、ね、もうそれは間違いなくそれは分かるんだよ俺は、うんうん、ね、なかなか何もないのに無償で2000円あげますなんて、うんうん、そんなね普通やんないから、そうですよね、うん、何かしら利益がないと、うん、だからそういう意味では板ババアは悪いやつじゃないと思うしね、うん、俺はよく知らないけど、うんうんうん、でもだからリスナーもそこに対してじゃあね、うん、板ババアに2000円くれんの、うん、じゃあ応募しようって言って、うん、軽い気持ちでやってんだから、うん、例えばね、じゃあ個人情報くださいとかね、板ババアが言ってない以上、うん、何も失ってないんでしょ、うんうん、だったら別にもう、プラマイゼロじゃん、お互いに。そうですね。まあ、板ババアがね、何千円か損しただけじゃん。うん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 、だから別にね、そんな目くじら立てて、うん、なんかガー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 がなり散らす、もうそれはスマートじゃないし、うん。うん、でもまあ、ババアがそこまでね、あの感情的になるってことは何かしら正当な理由があるはずだから、そう、いい人なんだよ。単純にただそれがまあ、絡まって、裏目に出ちゃったっていうかね、うん、まあそうそうそう、うん、だから別に誰が悪いわけでもない、もうお互いもう、うん、多分何かのすれ違いがあって、うん、まあ悪い方に作用しちゃっただけで、うんうんうん、でまあとりあえず今金梅と玉のことに集中しましょうよ皆さん、そうです ね一丸となって、それなんだよ問題は、ね、俺昨日もうほんとさ、うんうん、ねえ、まあおかげさまでリスワン取れましたけども、皆さんの力で、うん、まあ不本意な形で、うんうんうん、でもまあやっぱね、やっぱ大手といえば金梅なんだから、うんうん、とりあえずもしかしたら金梅年内出てこれないとかもうありえるから、金梅さんって弁当ついてましたっけ、弁当はついてないけど累犯だね、もしかしたら、ああ累犯か、去年あの爆走に暴行やって罰金払ってるから、あっていうのが、うん、あるから、それが多分累犯になっちゃうんじゃないかなって俺は思ってる、たま、うん、ちゃんの怪我の具合ってどんな感じなんですか、うん、何がたまちゃん自身が被害者になってるんですよね今、まあだからお互い被害者になってお互い交流されてるか、なるほど、もうたまちゃんが被害者で釈放されてるかは分からない、あーそうなんですね、あ、じゃあもう何も分からない、ちょっと金梅さんピンチですね、うん、いやじゃあ明日になれば分かんないけど、結果4発じゃないですか、4発交流が解けるから、え、明日じゃなくて明後日じゃないですか、4発だったら明日が、
え、だって昨日っすよ、事件起こったの。あのね、あの、うん、だから昨日だから、まあ、大体ああいうのって、うん、あの、もう、なんつうんだろう、結構特殊なんだよ。はい。土曜とか日曜挟まなかったら、まあ、基本、うん、あ、そっか、あの、24。そんな、もう、複雑なんで、いろいろ。ほうほうほう。うん。あれは別に48って48時間ぎっちりじゃないから。あ、そうですよね。48時間以内に別に、普通、うん、ね、あの真剣に送ってもいいと思うから、うん、あくまで48時間が期限ってだけで。じゃあ逆に言ったら2日間金梅さんが配信開かなかったら大ピンチってことですよね、要は。そうだね、うん、そうだね、うん、まあまあまあ、もしかしたらタマと2人でね、うん、口裏合わせて今頃熱海でお風呂入ってるかもわかんないけど、はい、まあまあまあ、そういう可能性もありますね。まあ、金梅だったらやりかねないけど、うん、まあでもちょっとそれにしては、うん、うん、あのまあちょっと金梅の携帯が通じないとか、はい、あのもう電源切れてるとかあるから、はい、だからまあそう考えたらまあ多分合流されてんのかなと、うん、いや合流されたら多分出てこれないんじゃないかなと、簡単には。なるほど、わかりました、うん、まあだからとりあえずね、だからもうね、皆さんまあね、本当にね、うん、もうカッカカッカせずに、まあ、仲良くね、うんうん、間違いなく板ババアは好意でやろうとしたのは間違いないんだから。間違いないですね。でそこで何かの、 その待ちミスがあって、うん、まあ、人為的なのか分かんない、うん、ね、分かんない、作為的か分かんないけど、うん、何かしらのミスがあって、まあ、すれ違っちゃっただけで、そんなね、うん、別に目くじら立ててさ、うん、板ババアを追求する理由もないし、うんうん、ちょっと別の話題1個だけいいですか、ね、だってそえ、いいよ、うん、てめえ何のこの子よ、おめえ最近配信してんだよこの野郎、おいてめえこの野郎。とりあえずね、板ババアがやったことよりも生活保護を不正受給してたゴミクズがいっぱいいますから、そいつを追求した方が楽しいと思うよ。まあそうっすね。いや、なんか声ちっちゃくなってない？いやいや、なんで乗ってくんないの？鮫島さん振った時は寝起きだよ俺。鮫島さんがやる時は僕花火禁止ですよ。いや花火禁止じゃねえから。僕は花火禁止ですよ、ね、花火投げたら俺が住所特定しますから。やめてくんない？そういうの。いや本当にやめて。それいやでもさ、俺思うんだ、ね、うん、板ババア追求する前にてめえ追求されることあんだろ。え、なんすか、なんすか。お前さ、はい、何したばっくれてんだよこの野郎。え、何、お前生活保護不正受給してたろ。してないですよ。え、してたろ。いや、してないって。あのね、いやしてた、あのね、それこそ俺執行猶予4年なの。その間に生活保護受けてるから、詐欺の累犯で弁当ついて俺大変なことになる。だからお前だから罪償ってこいって話になるよ。なんでよ。お前人のね、そういうことをね、追求する、まあ、以前にな、はい。お前はじゃあ果たして人のそういうことを叩ける人間なのかって話だよ。はい、いや、俺叩いてなくて板ババアをかばってたんだけど。最終的にお前喧嘩してたじゃねえか。わけわかんねえ。いや、それは板ババかかって最後にバカって言われたらそれは切れる。だけどな、バカにバカって言ってもいいんだよ。そっか。そうだよ、うん、バカでな、寄り目なんだからお前は言われてしょうがないんだよ。うん、そっかそっか。わかりました。当たり前だろお前、はい、何言ってんだよ。すいません、はい、お前の生活保護返せよ。だからしてないっつの、不正受給してんだろうがよ。じゃあ旅企画行かなかったのはどういうことだよ。やめたの、心折れたの。やめたのじゃん。だったら花火とか返せよ、みんな。何花火返せよ。お前が悪いんだよ、全部。何、俺が全部悪いの。誠意見せろ。もう。じゃあ、俺に10万振り込め。いやいやいや、もう、恐喝にも程があるでしょ。恐喝じゃないよ。恐喝でしょ。恐喝で強要。恐喝じゃないよ。強要でしょ。俺は会費だよ、会費。会費何の？会費名目だよ。何の会費？上手。あ、じゃあ、ワッペン一応出したから、もう、注文。あ、ありがとうございます。お前2万6800円だぞ。全部。高っ。え、何個で2万ですか？何個で2万？ 1 万何千円で終わるかなと思ったら、え、俺見積もり見て手震えたもん。え、ちょっと待って、何個で2万なんですか？ 2 万。20枚。20枚で？うん。20枚で。うん。びっくりしたよ。うん、俺、本当に。うん。で、注文決定したよ。2万6000。高っと思って。うん。で、まあ、2週間ぐらいかかる。うん、ちょっとあのタイトル変えるの枠閉じないといけないんで、通話ごめんなさい、あのタイトルも事件が終わったんで、はい、ありがとうございます。俺の電話よりタイトル変える方が大事。いや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 、リスナーさんが騒いでるんで、そのタイトルを変えるのは、うん、あの枠切るしかないじゃないですか、一旦。言い訳すんなよ、そういう。いや、だってリスナーさんがタイトルとか変えてって言ってるわけだから。じゃあ言い訳か。いや、言い訳じゃなくて、それふわっちの機能なの分かるわけじゃないですか。逃げんの。いや、逃げんの。逃げんのとかじゃなくて。いや、逃げちゃダメでしょ。あ、何ブルってんの。いや、ブルってるわけじゃなくて。うん。いや、言い訳すんなよ。逃げんだろ。
いや、体操だろ。なんの。いいからうるさい。まあ俺はもう寝るけど。わかりました。おやすみなさい。あったね。はい。うん、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。